こんばんは、アドラキちゃん、ありがとうございます。なんか今日さ、人少ないわね。全体的に思わなかった？今日どこのサイトも少ないね。今日あちこちさ、私ね見てたんだけど、夜から結構少なくない？これなんで？みんなガクッと減ったね。みんななんかふわっちも炎上系はほら閲覧伸ばしてるけどさ、それ以外の放送は。あ、ジェイちゃんありがとうございます。こんばんは。じゃない、結構ねえ、そんな感じ次第。なんか私の枠ってでもこんなもんかな。でも私の枠も結構多くない？なんか少ないよね今日ね。どこ行ったのかしらみんなね、ほんと。私寝起きなんだけど。さっき起きたばっかりよ皆さん。あ、ジェイちゃんありがとうございます。ハートのバブリングありがとうございます。バブバブありがとうございます。ありがとうございます。あ、特別さんありがとうございます。バブリングありがとう。バブバブありがとうございます。何、 TikTok 行ったのみんな？TikTok 行ったの今？なぜ？ねえ、いやほんと全体的に減ったよね。すごい著名よね、ほんと。もうあからさまってやつ。金曜日だからか知らん、どっか行ったのかな金曜日で。みんなねオリンピック見てんの？なんゼロワンくんの炎上系が今流行ってるの？なんゼロワンくんの炎上系って何一体？なかったのゼロワンくんに。ちょっと皆さん、この画質大丈夫？音声も大丈夫？ちょっと私、ちょ顔でかい？今日大丈夫？すっごいでかいよね、顔。もっと引き離そうかしら、顔。問題ない？あ、メガホンありがとうございます。大丈夫？ね、ちょっとカメラなんか近い感じするんだけど。もうちょい引き離そうかしら、顔。ちょっとでかいね、顔。3股、4股？誰が？ゼロワンくんが？あ、そう。で？そうよ。そうなの？って言えばいいの？あ、いいね、ありがとうございます。って言えばいいの？こんばんは。嘘でしょ？本当に大変じゃないの？って言えばいいの？本当。あ、そうなんだ。なんか昔からよね、ゼロワンくんなんか。でしょ？あんま驚かないよね。あ、そうなんだって感じよね。あ、ゼロワンくんだったらもう仕方ないかしらっていう風な、なんかそういう感じよね。まあ、独身というか、昔からそうだもんね。だってもう私、くるちゃんが妊娠したやつびっくりしたもんだって。ね、妊娠して、おろしてみたいなやつ？あれ、ゼロワンくんね。そうそうそう。でしょ？あれは本当の話？じゃないの？あ、バブルバルありがとうございます。ありがとう。そうでしょ？確か。ねえ。あ、ラブドリンクもありがとうございます。ミクちっちゃんありがとうございます。そんなことあったんだって？いや、結構お騒がせだったよね。前から。3また4またって、あ、そうなんだって感じよ、だって。ねえ。ありがとうございます。そんな皆さん、3また4またなんかさ、男とかもみんなやってるって、普通に。やってるって、そんなモテる男はね。やってるって、ほんと。バレただけよ。バレただけ、ほんと。そうそうそう。でしょ？仕方ないわよ、皆さん。そういうもんよね、ほんと。そうそうそう、ゼロワンくんってそうだよ、昔からそうだよ。ふわちではああいうことばっかしてるんだよ。ねえ、ねえ、なんかゼロワンくんって変わったわって言うけどさ、本質的に変わってるわけないじゃんね。ほんと、
そういう人はね、変わらないのよ、皆さん。うん。あけへぴーありがとうございます。クリーンで売ってるってね、言ったとしてもさ。え？男ってそんなもんなの、もんなの。でも、女もそうじゃない？結局。ねえ、やる人はやるじゃん。うん。ねえ、あっちもこっちもそっちもみたいな。うん？婚約者がいたの？ゼロワンくんに。そうなの？あ、婚約者いたんだ。今の家の契約をしてくれたのが婚約者なのね。あ、そうなんだ。あ、いるのね、婚約者が。あ、そう。はいはいはい。自分の名前の名義では、審査が通らないからってこと？あ、そう、ブラックなんだ。お金はあるけどブラックってこと？何、婚約者の名前を使ってってことなの？そうなんだ。エマウサ姉妹のうさこちゃん、ちょっと知らないんだけど、ほんと全く名前聞いても知ってるの皆さん。知らないのよ、名前聞いても。最近誰って感じよ、ほんとね。いや、ふわっち多くない？知らない人。うさこちゃんところに飲みに行ってた？町田のお店に。私が行ってないよ。私は行ったことがない。何する、うさこちゃんって。だ、知らないってば。誰一体。スパークに出てる人。あー、はいはい、龍騎さんの横のお店ね。はいはいはい。あ、こんばんは。いるじゃない、龍騎さん。あのぼったくりのメンズキャバクラのやつ、帝王ってお店の。あ、横のね。はい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 。あ、横のお店ね。うん、はい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 。町田のね。ねえ、龍騎さんのお店ね、ぼったくりの。横にあるお店ね。はい、うさこちゃんのお店ね、それがね。はい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 。あ、こんばんは。あ、ゼロワンくんが、はいはい、龍騎さんのお店にね、来たの知ってる知ってる。はい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 。ね。なるほどね。なんかでも、すっごい金使ったもんね。あ、うずちゃんありがとうございます。なんか、龍騎さんのお店ではいくら使ったかわからないんだけど、そのうさこちゃんのお店ではすっごいなんかたくさん使ったって、50万か60万か ?70 万か80万かわからないけど、ねえ、シャンパン開けたっていうふうなことは聞いたけどね。ねえ、もう額が違うよね。ねえ、額が。スケールが違うよね、スケール。いや、ほんとそんな金額使わないじゃん、シャンパンでも。使えますよ、皆さん。いくらまでシャンパンを使ったことある？皆さん。教えて。いや、皆さんはいくらまでシャンパンを使ったことがあるの？飲みに行ったりとかするでしょ、皆さん。狙ってたんでしょって。まあ、金は使うよね、狙ってるんだったらね。そう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 。1万円まで。そもそもそういうお店に行ったことがないの。シャンパン開けたことがありませんと。1万円まで。1万円、シャンパン飲まない。あ、そう。飲まない。あ、そう、うちんとこないのね、誰も。ないのか。25万円。あ、すごいわね。あ、ひーちゃんで初なの。あら。また売るわよ。シャンパンはみんなに売るわよ。ね。25万円。35号さん。ね。投げませんか、ここにも。アイテムを投げませんか。ねえ、ひーちゃんのイケメンどうなんか。うるさいね、ほんと。今喋ってんのにもう。どうでもいいよ、そんなの。ねえ、何その変な質問、ほんと。ねえ、それ聞いてどうするのよ。イケメンはどんな感じっていう風に聞いて、ほんと。そう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 、ねえ。なんか喋るネタがなくて、なんかあえてその質問をなんかこう無理やりなんかこう持ってきましたっていう風な感じがする。とりあえず。そう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 。いるじゃないの、よそよそしい質問する人。ねえ、あ、喋るネタがなくて、なんかその質問をなんかもうあえて持ってきましたね、この人っていう風な。ねえ、イケメンどんな感じって。イケメンどんな、あなたどんな感じなのよ、イケメンって。本当。そう、天気の話とかね。カレー作ってるのに、カレー、今日カレーなのって見たらわかるよね、カレーだって。って
匂いでわかるでしょカレーだってって言って、あえてそれ言う質問なのって言って言う感じよそれって、うんね、それあえて言うっていうなんかそういう感じ、うん、そうそう、うんね、いるでしょそういう人、うん、3万入れたけどシャンパンまずかったわと、本当シャンパンね。なるほどね。ゼロワンくんがね。で、そこで炎上してるわけ？あ、そう。なんか、ふーんって感じ。私からしたら。あ、またなんだって感じよ。驚きもしないわよ。そんなみんな騒いでるの？ワーキャーワーキャー。あ、そう。なんか、くだらないわね。ほんと。え？もともとゼロワンくんってそういう子だから。あ、そうって感じ。だって。うん？TikTok ではそういうのがないからなの？あ、そう。いや、元からそうだよね。本質的にも。え？ねえ。そう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 。そうでしょ？独身だし、プライベートで誰とやろうと関係ない？そうだよ。別に、あっちとこっちと別にね、ほんと。でも、いたんでしょ？婚約者が。こりゃ大変よ、あなた、婚約者が。いや、独身じゃないじゃない、だって。婚約者がいたでしょ、うん、ねえ、そうよ、でいるから、そういうことしてるからでしょ、うん、ねえ、だってあなた家のだってそういう風な名義とかも全部さ貸してくれた相手なんでしょ、まずくないそれって、そう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 、うん、何ただこう何こう婚約者っていう風な夏の、話がわからないの。いいの、あなた黙ってても、うん。ね、わからない人はいいのよ。うん。ロムってなさい。うん。金目当て、ゼロワンくんの。あ、そう。ねえ。ねえ。あの家を借りるために婚約者っていう体にしてるってこと？あ、別にその女は別にどうでもよくてってこと？婚約者っていう風な設定にしとけばいいってこと？それはないんじゃないの？本当ねえ、それはないんじゃない？本当、うん、そう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 、うん、ねえ、うん、ねえ、同棲って何？彼女だったら借りられないと、あー、うん。うん、そうね、うん、いけるね、同性だったらね、うん、そうそうそう、だじゃあだ彼女だから名義じゃない、だから家がゼロワンくんじゃなくてよ、うん、でしょ、うん、うん、他の配信者の名前を出すのという割に噂話が好きだねって、何が私がってこと、いいじゃん別に私の枠なんだからね、私がどういう風なね話を出してこようが別に関係ないじゃん、だってねえ、私の枠なのよ。うん、ねえ。だからそういうのは自分がやれば、うん、ねえ、自分の41号さんが自分の配信やって、自分がね、思い通りにやればいいじゃん。うん、ねえ、どういう風な話を持ってこようが分かるの？ねえ、自分のお好きに、私が言うの、別に私が言うのは全然 OK よ、だって。私の枠だもん、この枠は。でしょ？自由だもん、だって。うん、ねえ。話の流れでそれだってあれでしょ、うん、ね、持ってきてるんだから、だって、うん、あなたがやりたかったらやればいいじゃん、ほんとあなたの思い通りにね、ほんと、うん、そうそうそうでしょ、どうぞ自分でやってください、よかったら、うん、ね、そうさ、自分から言ってなかったっけ、あ、これ、あ、そうだよね、コメントで拾った感じよね、うん、何か魅力があるのかしら、ゼロワンくんって、ゼロワン君の魅力ってこと？あ、こんばんは。あんまね、お付き合いないから分かんないのよ。ねえ。いや、こないだもあったけどさ、お互いなんかあれだったよね。よそよそしい感じだったよね。まえちゃんのこの誕生日会の時になんかお会いしたけどさ、そんな言うて絡んでなかったよね。なんか、お互い気を使ってる感じよね。ほんと。ねえ、全然全くなんか打ち解けてる感じでもなくて、ほんと、うん、え、これなぜって、
え、なんかでも最初、なんだろう。あ、うさこちゃんありがとうございます。こんばんは、ありがとう。ありがとうございます。え、でもさ、やっぱあ、カシンくんね。そうだよね。うん。そうそう。カシンくん真ん中いたしね。でもさ、だって皆さんね、ゼロワンくんが私のこと嫌いだったのよ。私は別になんともなかったの。うん、ね、嫌いだって言われたのよ。ゼロワンくんから。うん、ね、配信中ね。そうそう、ゼロワンくんが私の名前を出すなと。うん、本当に嫌いなんだよ、みたいな。私ね、たまたまその放送見ちゃったのよ。あら、って言って。ね、放送中言われたのよ。嫌いって。そう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 。わかるでしょ皆さん。ね。やっぱさ、嫌いって言われたらさ、やっぱ嫌いになるよね。そう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 。でしょ、あ、なんだみたいな。じゃあ私も嫌いだわ、みたいな。あ、ラブドリンクありがとうございます。で、クルちゃんとかね、周りのね、人にも言ってんのよ。クルちゃんも言ってたのよ。そういえば、みたいな。嫌いだって言ってたわ、みたいな。クルちゃんの証人からも聞いてるからさ。あ、やっぱりその裏で言ってるんだな、みたいな。嫌いなのはね、きっと。なんで嫌いなのかわかんないんだけどね。ね。理由が定かではないんだけど。いや、絡みもないのよ。全く。なぜかわかんないのよね。ほんと。そう。な、嫌いなんだって。っていうのを聞いてたんだけど、ねえ。いや、そういうの聞いたら絡みづらいよね。あ、そう、家近かったんだよ。もう今家いないけど、すぐそこの家。歩いてね、100メーターぐらい。100メーター、200メーターぐらいかな。歩いて5分ぐらいよ。ゼロワンくんち、こっから。なんだけど会わなかったのよ、まったく。ねえ。ご近所だったのに、すごく。ねえ、ほんと。そう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 。ん？なんでって、まあいいじゃない、別に。ねえ、理由はわからないけどね。そう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 。そう、スープが冷めない距離よ。そう、合わないのかもね、根本的にね。あ、でもさ、なんで嫌いなんだろうっていう風に考えた方がいいって、言われたことある昔、先生とかに。福祉の先生に言われたことあるわ。なんでこの人のこと嫌いなんだろうみたいな。ねえ。ちゃんと理由をね、ちゃんと自分の中で納得してないといけないみたいな。ね。わかる？客観的に。そう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 。何？いい男を見つけたのペガサスっていう、何この配信者で。ね。閲覧が欲しいの？たぬき34号さん、自分の推しの配信者に閲覧を流したいの？そうやって欲しいの？閲覧を。ね、今ダメ。今はダメよ。流すことはできない。悪いけど今は。いるんだよ、これ流す人。そう、自分の推してるね、男性の配信者だから、そう、タヌキのコメントでね、流したいの、どうしても。そうそうそう。自分の推してる メンツだからね。そう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 。だコメント打って、ねえねえ、みたいな。ひーちゃん、みたいな。ねえ、知ってる？みたいな。〇〇さんって知ってる？みたいな。で、イケメンなんだけど、みたいな。わざわざね、そうやって言うのよ。いや、ご本人じゃねえだろ。ねえ、今配信中なんでしょ？そう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 。嫌われてる人のことに興味持てないよねって。そうね。嫌われてるからね。でももうゼロワンくんとかも別に全然全くね、いいんじゃない？ね、3また4またでね、勝手にやってくださいって感じ、そこら辺ね。そうそうそう。
いや、リスナーさんがこれ振ってきたのよ、皆さん。そう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 。ねえ、でしょ？全くだって私関係ないもんだって。あ、匿名さん2個ありがとうございます。こんばんは。ありがとうございます。ねえ、そんなもんや、皆さん。男なんて。しない人、そう、一途な人もいるわよ。自分の相手に。ねえ。そうよ。いるわよ、そんなの皆さんね。男なんて。生殖本能がいっぱいあるんだから。子孫残したいっていう風なね。わかる？そういう思いなのよ。本能で。あっち食べて、こっち食べて、そっち食べて、こっち食べてっていう風なことよ。そう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 。ね、本能でやっちゃってるのよ、本当。あっちもこっちもそっちもみたいな。ねえ、だって多くない？皆さん、私がさ、出会い系とかやってるとさ、会いましたとするじゃない。ね、あ、いい感じだわと思ってもさ、結婚してるんですかって、はいみたいな。子供もいるんですか、はいって結構多いでしょ。ね、大体既婚者よ。出会い系でこう会った人大体そうよ。そう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 。でしょ？もうあんなんばっかりよ。ほんと。裏でやってるんだから、そうやって。そう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 。ねえ。うまくやってほしい？ねえ。でしょ？皆さん。そう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 。まあまあまあ、この話ちょっと置いといてね、皆さん。もうね。なんかさっき海宝さんの枠見たらさ、海宝さん号泣してたんだけど。すっごいなんか顔、顔面ドアップで。顔面、目しか映ってなかったよ、目しか。目しか映ってなくて、すっごい泣いてんのよ。ちょっとびっくりしちゃったし。ねえ。なんかわかんないけど、悔しいみたい。なんか。誰を信じたらいいかわからないみたいな。誰もなんか私に対して、ね。なんていうの、こう、優しくしてくれないっていうか、なんかね、誰を信じたらいいかわからないし、みたいな。ね、そう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 。みんな許さない、みたいな。言ってたよね、ほんと。私はこんなひどい目にあって、みたいな。言ってなかった？大号泣して。そう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 。ね、人に冷たくしてるっていうか、そう、なんか OD したらしいね、またね。またなんかお薬をいっぱい飲んで、モンスターも飲んでるんだって。やっぱり。だからあんな風に仕上がっちゃってるのね。あんな感じで。ね。そう、モンスター解放なんで、モンスター解放が出来上がったわけね。ほんと。そうそう。解放さんね、ほんと。どうしちゃったのかしら、ほんと。ねえ。入院コース？なんだっけな、躁うつ病となんかあれだよね。躁うつ病かな確か。何、アンダーバーになったのもリスナーのせい？どういうこと？なかったの？ねえ。いや、解放さんね、ほんとね、私ね、病院行った方がいいと思うんだよね。ね、またなんか入院かなんかした方がいいのかしらね。ほんと、ちょっと。あんなわかるの？ね、話にもならないじゃない。だって。ひんちゃん緊張。なんなのよ、言った質問ばっかり。知らないわよ、ほんと。緊張するときって。みんな緊張するわ、ほんと。ねえ。みんな緊張する。そう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 。ねえ。何その緊張するときどうしたらいいのって。何笑ってるのよ。そう。本人は正常と思って、そうなのよ。そこが一番ね。ねえ。自分なんかちょっとおかしいかもっていうふうにさ。ね、思えばちょっとまた違ってくるんだけどね、ほんと。いやいや、緊張してる時って、わかる？
どうするのかしら。うん。ねえ。いいんじゃない？緊張して。そう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 。うん。ねえ。うん？いいんじゃないの？うん。ねえ。私も緊張するもんだって。何するにしても緊張するもんだって。うん。ねえ。そう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 。うん。でしょ？リスナーに会えても投げないやつはゴミだって言うから、海宝さんが心配？ゴミ？ああ、海宝さんが？ねえ。そうねえ。海宝さん心配なの？じゃあどうする？海宝さん助ける？ねえ。もう助けようがないしね。心配でもね。結局ね、これは。まあ、どうすることもないもんね。そうそう、海宝さんね、ゴミだって言うのよ。あえても投げないとゴミだとか言ったりとかするけど、確かにね。病気かしら。病気。ねえ。まあ、病気にしてもちょっと思ってることなのかしらね。本当に。そうそう、無料もいらないってことだよね。確か風船は3つに1個って言ってたもんね。そうそう、中村くんもゴミって言う？アリスナーさんに？ねえ。そうと、リスナーのことゴミっていうの？あ、そう。ねえ。なるほどね。そう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 。やっぱね、皆さん、人には優しくした方がいいわよ。ほんと。ね。ね、優しくしないと、優しくされないからね、ほんと。ね、なんで私のことを愛してくれないの？なんで、ね、私に対して、ね、もっとなんかこう、ね、支えてくれないのっていう風な割にはさ、じゃああなたは自分になんかこう、相手に何かしてあげてるのかっていう風な話よね。結局は？そう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 。ね、結局なんか自分ばっかりなんかこうさ、なんかこう相手に求めすぎてないってことよね、結局。そうそうそう。ね、テイカーっていうの？わかる？奪ってばっかりじゃないんですかっていう風な話よね、結局。だ、自分は与えてるのかって話よね。そうそうそう。あなたが愛せれば、そう、相手もね、自分のことを愛してくれると思うよ、きっと。そう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 。投げたくなるような配信って難しいのよ、ほんと。難しいのよ、ほんとに。ねえ。そうそうそう。あのね、投げたくなるような配信って何言ったんじゃ、ちなみに。ほんと、ねえ。正直言っていい？ねえ。あの、こう、例えばなんかその投げたくなる配信ってさ、あの、例えばその、見入るような放送をやったところでダメよ。企画をね、したりとかしたところでダメ。企画系はね、ダメ、皆さん。見入っちゃうし、ね、そうそう。やっぱさ、あの、こう、抜け目がないじゃん。投げるタイミングもないし。ね、面白い配信してれば、アイテム飛ぶわ、みたいな。面白い配信してる時の方が飛ばないのよね、結構。そうよ、ほんと。逆にどういう風な放送かって言ったら、こういう放送。そう、雑談中の方が、すごくね、アイテム飛ぶのよ。トークの方が。そうそう、わかる？歌とか、トークとかね。ダンスとか。ね。そこの方が一番飛ぶのよね。あ、海ちゃんありがとうございます。クルーザーありがとうございます。ありがとうございます。そう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 。投げたことないから投げてみたいと読んでくれたら嬉しい。何これ、何言ってんの一体。ほんと。ねえ。ほんと変な人ね。そうそうそう。あ、匿名さんありがとうございます。ありがとう。気持ち的にはギブ&ギブだと思ってるのよ。ありがとうございます。ありがとうございます。
何、投げたくなるような配信は、人の噂やそれを煽るような配信がふわちだ飛ぶと。あ、各地ありがとうございます。クルーザーありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あー、なるほどね。はい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 。ねえ、でも、アイテム投げてまたさらに次回楽しい企画とかをしてくれたらそれでいいと思ってるってこと。そうなのよね。ねえ、まあ、なんせその皆さんふわちね、だいぶね配信してる人が結構多いからね、見てる人が少なくなってきたんだよね、きっと。で TikTok に移行したりとかしてるじゃない、みんな。だみんなあっちに流れちゃうんだよね、ほんと。だガツッと結構人減ったもんね。あのふわち自体がもうほんと全体的にね、減ったよね。配信する人は多いけど、ふわちって知らない人ばっかりねえ、みんなすごくない？プラチナプラチナプラチナっているけど、皆さん、ねえ、みんなやってるんで、閲覧でも10とかでもみんなすごいじゃん。そうそう、もうあっちこっちすごくない？ねえ、プラチナばっかり、みんなわかる？ゴールドプラスとかいっぱいいるじゃない、皆さん。もう生活できてる人がもう周りにいっぱいいるわけよ。もうほんと配信だけで、1本だけでもうね、生活できてる人がいっぱいいるの。そう、みんなついてるんだよね、投げる人が、うわーって。ねえ、みんなやめてくれたいのにね、全部こっちに来るかもしれないのにね。ねえ、ほんと。みんな配信やめてくれたらね、私の方に全部来るんだけど、来るかどうかわかんないけど、ねえ。ね、来てほしいわね、ほんと。TikTok って楽しいですか？また質問なの、あなた。ほんと。知らないわよ、そんなの。TikTok 楽しいですかって。見る人によるんじゃない？楽しい人は楽しいと思うし、楽しくない人は楽しくないんじゃないの？ほんと。ね、TikTok。あ、風船ありがとうございます。ね、でもそれだけでも皆さん、あんだけ TikTok っていう風にみんなが やいのやいのやってるんだったら、需要はあるんじゃない？ね、今向こうの伸びしろがあるから、どちらかと言ったら。風船ありがとうございます。ね、向こうの方がね。ただね、 TikTok 何バトルばっかりで面白くない？何がバトル？でぶっちゃけバトルやってるからね、 TikTok ってね、結局。そうそうそう、あのね、みんなみたいに、バトルは好きじゃないですって人もいれば、バトルの時にあのやっぱり課金してアイテム投げて、そこでこう盛り上げたいっていう人もやっぱり中にはいるからね、皆さんいるじゃない、実際。 TikTok すごくない？バトルの時みんななんかもうほんとさ、すごいじゃん、もう乗り出してやってんじゃん、みんな。そう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 、ねえ、それだけなんか、なんちゅうの、こうね、熱を持ってるし。そう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 、バトルってリスナー、まあ投げない人はまあ確かにそうなるよね、きっと。そうそうそう。ねえ、あ、金のメガホンありがとうございます。そう、でもなんか置き去りになってるっていうことでもないのよ、皆さん。タップするとかわかる？じゃあ8万のアイテム別に投げろじゃなくて、タップしてもそれは応援になるじゃん。タップ、画面タップするのも全然もう OK じゃん。そう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 、そう、自分ができることってあるからね、え、なんか そういう風にいや、なんかこう投げられてる姿を見るのもちょっとっていう風なことなんでしょ。だからちょっと、ちょっと嫉妬もあるんじゃない？嫉妬。そうそうね、そんなこと思わないでしょ。だってタップすればいいじゃん、画面タップしたりとか、わかる？タップバーってタップ、一生懸命タップしたりとかさ、わかる？応援の仕方って皆さんいろいろあるから、メガホン投げるとか。そうじゃない、ふわっちだってね。そうそうそう、自分だけのけぼの外れだっていう風にね思うんじゃなくて、
私だったらどういう風に応援しようかなっていう風にさ、ちょっと考えないと。もしね、うん、そういう好きな配信者がいるんだったらよ。そう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 。ねえ。でしょ？そう、コメントでね、イエーイ、パチパチパチとかっていうこともできたりするし、あ、KP ありがとうございます。そんななんか、あの、疎外感を感じる必要って別にないから。まあ、だったらもうそういうバトルの時はもう見ないとか。ね、選べれるんだから、皆さんが。ね、その時は見ないって、するとか。ね。そう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 。でしょ？そう、タップすると応援になるよ。パッ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 パって。ねえ。そうよ。富裕層がユニバー投げてる、知らない。でもなんか子供、そう、自分の経済力で応援できるところは応援すればいいんじゃないの？だって。そう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 。私たち置いてけぼりっていう風なさ、ねえ、そうじゃなくてよ。そう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 。一緒に楽しめばいいんじゃない？ほんと。あら、こんなアイテムすごいわ、みたいな。うわ、何これ、みたいな。思っとけばいいのよ。わ、すごい、何このアイテム、みたいな。ね。そう、うわ、パチ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 って言って。だって、でしょ？投げれる人は投げてるんだから、皆さん、そこはね。ね。実際、そうやってこう投げてる人の、やつを見て、あ、こういうアイテムがあるんだなとか、そうそう、これいくらかしらっていう風にね、確認したりとか、ね、そう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 。ね、あの、そういう風に見ればいいんじゃないですか。バトルはね、いや、バトルって私、まんましないもんね。私、TikTok にあんまバトルしないんだよね。あ、こんばんは。そう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 。もう配信なんだかんだ、皆さん。もう深くそんなさ、ね、考えなくていいのよ。結局。そうそうそう。ね。周りの人が置いてかれてるからかわいそうじゃなくて、ほんと。そうそうそう。ね。やっぱ自分本位だから。ね。自分がどうしたいかによると思うよ。見ない。見る。参加する。タップする。コメントする。そう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 。ね、投げる人は投げるんだから。投げない人は投げないから、別に皆さん。ね、そういうもんよ。結局ね。そう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 。ね。今日なんかすごい乾燥するわね。ね。すっごい乾燥する。ね、そんなことない？ね、すっごい乾燥するんだけど、何？一体、今日すっごい喉カラカラになっちゃう。ね、そうそう、暑いし、っていうか私今日ね、外出たんだけどさ、クラッとしたわ、皆さん、ほんと。歌詞やセリフはどこでしますか？何の話を言ったら、もう質問ばっかり。もう質問に答えません。ほんと、質問が多すぎる。あなたね、ほんと。いや、暑かった、ほんと。なんか、立ってるだけでさ、フラッと来たんだけど、ほんと。なんだろう、一体。いや、立ってるだけで、もうほんとさ、フラットすんのよ、フラット。あ、こんばんは、ありがとう、ゆかちゃん、ありがとうございます。ねえ。いや、フラットしたんだよね。なんか、ねえ。暑い外、すごく。ねえ、フラットしたわ、ほんと、皆さん、マジでもう、ほんと。ねえ。暑いわ、ほんと。いや、もう、昨日私ね、TikTok やったんだけど、TikTok 中、低血糖になっちゃってね、皆さん、また。またもうだるーんって感じになったのよ、昨日ね、TikTok で。はぁーみたいな、ほんと。そう、動けなくなっちゃったの途中また。はぁーみたいな。でもなんとかね、また立ち上がってさ、水分取ったけどね、マック行ってね。そう、マック行って、スイカのね、やつ買ったわよ。スイカのやつ。ね。あれ変だ。あれ甘いわ、あれ。
スイカのやつ。スイカバーをなんかこう分かる、溶かしてなんかこうね、詰めてみましたって感じの味、あれ。新しいやつ。新商品のやつ、あれね。あれ美味しくないわ、ほんと。飲んだ？あれ、砂糖の塊よね、あれね、ほんと。美味しい？まあ、美味しい人はいいんだけど、ちょっと甘すぎだよね、あれ、ちょっともう少し。甘さ控えめの方がいいわね。私はちょっともうちょっと。いや、美味しい。いや、甘いね、とにかく。甘い。私の口には合わないわね、あれ、ちょっと。そう。あ、チョコミントね。はい。水筒を持参して、私。そんな私が水筒持参するに見える？ほんとあなた。ほんと私が。ねえ、水筒なんか持参しない私は。ほんと、ねえ。そう。そんなことしないわよ。ねえ。でしょ？もうだから皆さん、もう昨日はね疲れちゃった、もうほんとね。 TikTok 終わってさ、私昨日2時間ぐらいやったのかな、配信いくらかなと思ったら700円だったわねえ、よかったみたいな、マック代だわみたいなねえ、マック代になったわみたいな、そんなもんだ。バトルしなければそんなもんだよね。バトルすると結構いくのよ。あの1万とかいくよ。バトルするとやっぱり皆さん、いく。ねえ。パニックは3万なのすごいじゃないのよ。なんでキーなの、あなたがキーでしょ。ねえ。いや、配信の世界ってそういう世界だもんだって。私みたいにね、皆さん1時間やっても3円とかね、4円とか皆さんあるし、これずっとね受け継がれていくんだけど、これそうね、1時間やってもそういうのもあるしね。それは1時間でね、パニちゃんみたいに分かる、10万20万っていうね、分かる、この間ほらだったでしょ、私の家来た時にすごかったじゃないのね、10万20万っていう風なアイテム飛んだでしょ、ああいう世界なのよ。そうそう。10万、20万行く人もいれば、わかる、私みたいに3円の人もいるしね、4円とか。そう、まちまちなんだよ。まちまち。そう。パニちゃんはすごい？そんなんいっぱいいるよね。いっぱい言ったって。愛されてるのよ。そうよ。ね、パニちゃんは愛されてるのよ。ね、そう、私も愛されてるわよ。ね、ナイスをして、ほんと。ね、ナイスをしてね、ほんと。ね、ナイスも押さないよね、ほんと。わかる？ね、ナイス押しといて、ほんと。ポチッと。ね、ナイスを。ナイスね、ほんと。全然増えないのよ、ほんと。ねえ。ほんとにナイスは押さないわ、ほんと。性格ブスよね、ほんと。いるじゃない、そういう人。ナイスも押さないし、無料も投げないみたいな。たまに見るの、雑談タヌキで。そう。ねえ。ナイスなんか押さないし、無料も投げないわ、みたいな。どんだけブスなの、みたいな。ハートありがとうございます。そう。ねえ。ほんとブサイクだよね。思わない。ねえ。与えたくないわ、みたいな。ねえ。そう。でしょ？で、汚いコメント打てるんでしょ？与えないくせに汚いコメント与えるでしょ？ほんと。なんなの一体？気持ち悪い。いや、見ながらわかる。匿名で書いてんじゃん。汚いの。ほんと。ねえ、残飯みたいなコメント書いて。そうよ。ねえ、腐敗物みたいなコメント書いてね、ほんと。汚い、くっさいコメント書いて。そう。ねえ、そういうのはやるくせに、わかる？わざわざ悪いことは書けるわけでしょ？ただ他のことは絶対もうしたくないみたいな。でしょ？そうだよ、残飯だよ。タヌキをする人って意味がわからない。じゃあ、あなたタヌキだからね。もともとね、タヌキでコメントしたよね、あなたはね、ほんと。ね、
いや、あなたに言われても全くね、ブーメランなんだけど、ほんと。ちょっと。雑たぬ見ない、見ない方がいいと思うよ。雑たぬは。見てもいいと思うけど、なんだ、あ、な、書かれてるなっていう風な感じで見た方がいいね。そう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 。なんか思いっきり気持ちが入っちゃうと、結構ね、ぐさってきちゃうから、あ、な、こういうこと書かれてるんだなとか。アメガホありがとうございます。そう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 。ね。がいいと思うよ。と。でもね、私が作ったの。雑談たぬきあれ。スレッド。私が作りました。そう。ひどんな1、あの、スレッド1はね。ね。話題にもしない方がいいって。喜んでるわよ。話題にしてくれて。うふふふふふって言って。見てるのね、この、はい、このスレッド見てるのねとかたまに書いてるもん。え、本人見てるのかしらみたいな。うふふふふふみたいな。喜んでるよ、コメントで。あの、そのスレッドで。喜んでるよ。うふふふみたいな。私の書いてるの見てくれてるんだ、みたいな言って。わかる？喜んでるかな、本人はね。あ、風船ありがとうございます。でしょ？ふふふふふふよ。ピンポーンよ。はーいみたいな。郵便局でーすって言って。何かしらーって。内容証明。内容証明みたいな。うふふふふふよ。ね、こっちもうふふふふふよ。ね、うふふふふふふふ。内容証明って何ですかみたいな。ほんと。何これみたいな。うふふふふよ。じゃんけんポンよ。うふふふふよ。サザエさんよ、ほんと。あ、12日のエクプリ TV 見に行きたいです。あー、お待ちしてます。2000円ですけど。来てください。ねえ、助かる。1万6000かかるのよ、1回で。私たち。そうそう、二人で折半してるから、リュウキさんとね。助かるわ、ほんと。2000円はね、浮くわね、ほんと。そう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 。ねえ、ほんとはね、皆さん。エクプリ TV もね、スポンサーつけてさ、やりたいのよ。スポンサー。わかる？あるじゃない、カルビーとか。ね、旭化成とかね。わかる？ねえ、スポンサーつけてさ、わかる？チャラにしたいわけよ。で、ギャラもね、出ればさ、ね、皆さん、ギャラが出たらほら、みんな呼べれるでしょ？交通費も出せるし、ギャラも出せれるっていう風なことしたいけどさ、ないのよ、何も私たちは。そう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 。ね。ないの。だ、助かる2000円ありがとうございます。ほんと、そうなのよ。そうよ。そうなの、助かるわ。ほんと。来てくれて。ありがとうございます。お待ちしてます。赤字よ、赤字。赤字。コンプライアンス守らないから無理って何のコンプライアンスを？コンプライアンスって何を言ったん？例えばどういう風なコンプライアンス言ってごらんなさいよ。一体。ねえ。あのね、私結構黙ってるよ。いろんなこと私言いたいんだけど、言えないの。私は。ねえ。私結構守ってるよ。言ってはいけないことは、ね、言わないとか。そう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 。ね、どちらかと言ったらさ、あれでしょ？どうせ。アンチでしょ？やってんの。足立区に電話したりとかさ、ほんと。邪魔してるのはどっちよ、ほんと。そうそうそう。祝電してるのどっちよって感じよ。そうそうそう。電話バンバンするらしいよ、ほんと。祝電で。ねえ。何がそんなさ、なんか沸点を超えてさ、なんかそういう風な行動ができるんだろう。普通、できなくない？そんなことって。ひーちゃん、うち来るって。なんでうち行きません？てっちゃん、寝なさい。おやすみ。寝なさい。てっちゃんね。もうダメよ。寝なさい。もうこんな時間、9時半よ。寝なさい。お薬飲むのよ。ねえ、あなたも解放さんになるわよ、ほんと。ねえ、あなたも解放さんになるわよ、ほんと。寝なさい、ほんと。そうそうそう、ちょっと。ねえ。そうだよ、ほんと。ねえ。寝なさい、ちゃんとしっかりと。ねえ。
でしょ、うん、おやすみなさいてっちゃんで、ゆっくり休むのよ、うん、なんかさ、あのオリンピック見たけどさ、オリンピック、あの柔道のやつ見たんだけどさ、オリンピックのやつ、あれひどいわね、うん、ねえ、あれ見た？柔道のやつ知ってる？みんなオリンピック見てる？うん、私ニュースで知ったんだけど、オリンピックのやつ、あれね、みんな聞いてる？ちょっとうん、寝た？寝たの？死んだの？うん、気絶してるの？ほんと皆さん、何みんなも首絞められてるの今ほんと見てないニュース？あ、ほんとね、あの締め技かなんかでさ、今ね、女性だ、じゃ男性のやつよ、男性で、あのこう柔道ね、こうや、あの例えばその技をかけてさ、落ちるじゃない、そしたら言ったら寝技に持っていくのよ、寝技、そうそう寝技ね、皆さんで寝技持っていくんだけど、言ったらちゃんと形に入らないと抑え込んでるっていう風な判定にならないのよ、柔道っていうのはね、ちゃんとした形にならないと。ただそこで、あの相手方が例えばその寝技に持っていこうと思ったら崩す場合があるのよ、やっぱ相手もやっぱこうね、ね、取られたくないから、うん、一本ね、そうそう、だからちょっと、ま、崩すわけよ形を、うん、そうそう形を崩す、でもね、まあその言ったら形を崩してるんだからもうダメなの、言ったらダメっていうか、あのまああれ10カウントだよね、抑え込んで10カウントで、はい1本なのよ、わかる？抑えたら、こうやってギュッと抑えたらね、ただ言ったら形がね崩れてるんだから、皆さんそこは待てなの、待てっていうのはやめってこと、もう抑え込んでるけど形が入ってないから、あのもうやめと、もうそれ以上やっちゃいけないのよ、そう、ただその試合がね、例えば形が崩れてる状態なのに審判も待て待てって言ってるのよ、待てと、もうダメと、そうそうそうね、言ってるにもかかわらず、その締めてる相手がやめないの、全く一向に首すっごい締めてんのよ、ギューって、もうこれ首を、わかる？首ギューっと締めてんのよ、うん、そうそう、首締めてちゃんと寝技なんだけど形がちゃんと入ってないのよ、でそこは待てって言われたらやめないといけないんだけど、やめなかったの、全くずっとギューって締めてるから相手の選手は気絶したのよ、うん、で気絶して待てっていうのを無視してずっと首絞めてるから、相手も気絶するじゃん、で気絶してこうバタっていう風に倒れたのよ、それで一本なのよ、おかしくない？ほんとそうそうそうでしょ、おかしいでしょ普通にねえ、あれ見たけど私ねえ、でなんかそれを聞いたら、あのそういう風な待てっていうのは見えなかったっていう風にね、相手の選手は言ってるんだけど、あれおかしいよね、どう考えてもさ、ほんと、うん、そうそうそう、審判の言うこと聞いてなかったらそれもう負けでしょ、だって普通負けなのよこれって、うん、そう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 、うん、あ気絶じゃないの相手は、うん、あ力を抜いただけなんだ、あそうなの、うん、いや普通反則負けよこれって、うん、だってもうその言ったら誤審だもん、あ誤審があったの、あ誤審じゃなくて、そのあの審判の言うことを聞けないんだったら、皆さんこれってさ意味ないじゃん審判いらなくなっちゃうじゃんこれって、うん、そう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 でしょねえ、うん、あれはちょっとねと思ったわ私は、そう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 、うんねえ、でしょ、でもなんかすっごいやっぱさ批判が多かったんだって、そのそれ対する選手に対するその批判っていうのが、でもその日本のね選手の人は、ま、わざわざその外国人の選手と一緒に撮ってる写真をあげたのよ、うんねえ、偉いわね、スポーツマンシップね、思わない？その日本人の選手は
そうは言ってもいい試合ができたからっていう風にさ、写真撮ってるのよ。なんかね、ほんと。それもね、そのなんか器がね、違うわね、ほんと。いや、悔しいとは思うんだけど、そこは受け止めて、ね、二人ともいい試合ができたのでって言って、言ってるんだよね、ほんと。いや、こういうコメントも全部スクショ取ればいいね。スクショね。言われたんだよ、こういうコメントもね、ほんと。あ、たかこちゃんありがとうございます。バブルリングありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ほんと。そうそう、こういうコメントも全部ね。そうそう、ね。スクショを取るようにって言われてるんだよね。連投コメントみたいなやつを。そうそうね。え？うん。相談したのよ、ほんと。そしたら、もうこういうのも営業妨害になるし、みたいな。ほんと、連投ばっかりして邪魔してるのは、ちょっとね、ここはこういうの、こういうコメントも全部スクショ取りましょう、みたいな。うん、取るね、スクショ。うん、ねえ。うふふ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 ふ。うふふふふふ。そうよ。うふふふふ。そう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 。ねえ。え？そう、残しましょうね、全部ね。そうそう、ね、だって邪魔なんだもん、ずーっと、ね、邪魔だしね、ほんと。いや、同じ人がずーっとやってるんだよ、皆さん。もうこれ疲れるよね。もう何ヶ月この人って、もう長いよね、ずーっと。もう消しては出てきて、消しては出てきて、消しては出てきてだよね、この人も、ほんと。そうそう、もう嫌になっちゃうね、もうこれ本当でしょ。もうこれ明らかに営業妨害よね、本当。消してまた出てきて、また消してまた出てきてみたいな、消してまた出てきてみたいな。そう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 、ね。いや、もうしつこい、本当。他でやって、もう本当。ね、他でやって。そういう連投はちょっと、うちいらないんで、そういう連投みたいなやつを。ねえ、ちょっと他のところでやってほしいなみたいな。ちょっと、そうそう、ボクシングもそうでしょ、皆さん。あれ、ボクシングもね、あんなボコボコにされてさ、ほんと、でしょ。あんなボコボコにされてさ、ねえ、あれ、いや、どう見てもあれ、ちょっとかわいそうだったよね、ボクシングのやつを。あれ、全然違うのよ、体格差が。私も見させてもらったけど、全然違うの、全く。トランスジェンダーの、まあ言ったら、自分は女性だって。まあ体つきは言ったら、まあ男性なのよ。言ったら。でも心が女性なんですっていうことで、女性として出てるんだけど、でも全然力の差がもう全然全く、いや、女子として育ってきたのはわかるけど、ちょっとね、あれは力の差が全然違いすぎるでしょう。だって。いや、別にね、差別してるわけじゃないのよ。差別じゃないのよ。これは区別よ。わかる？ねえ、皆さん。いやいや、そこ区別しないとおかしくない？だって。いや、本当に。いやいや、差別じゃないのよ。私だって。そう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 。ねえ。いや、ちょっと全然違いすぎるもんだって。ベッド枠を設けるべきよ。あれはね、ほんと、ちょっと。筋肉量も違うもんだって。そう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 。染色体以上なの？あ、そういうのがあるわけ？あ、そういうのがあるってこと？そこで何判断してるってことなの？あ、お友達と2人で、あ、わかりました。LINE ください。LINE ください。2人ですね。あ、4000円になりますので、本当。あ、助かります。ありがとうございます。ありがとうございます。本当。ねえ、どうもありがとうございます。助かります。ホルモンの何、年数と何、個体差で影響が変わってきますと。いや、トランスジェンダー枠みたいなものさ、作ってもいいんじゃないの？ほんと。ねえ。
実際生まれつき心も女も何女性で男性ホルモンが異常に多くなる疾患と考えられていると。あ、そうなの。あ、そういう人がってこと。うん。だからそれは、まあ、合法だってこと。あ、そう。あ、疾患でってこと。あ、だからそれは認められてるってこと。あ、先天性でってこと。あ、ほんと。あ、じゃあ女性は女性なんだ、一応。女性なんだけどって話？ねえ。でもさ、生殖器ついてるんでしょ？男性の生殖器はついてるんだよね。どういうこと？特殊だね、これって。特殊。そういうことなの？どういうこと言った？難しくない？それ。子宮もないでしょ？だって、どういうこと言った？生殖器はついてるってことでしょ？だから男性の。何それ？どういうこと？さっぱりわかんないんだけど。ねえ。あ、そう。なるほどね。はい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 。難しいね、ほんとね。そうね。そこで攻めるのも違うってことか。ねえ。はあ。なるほどね。はい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 。ねえ。あ、そう、男と女とかその区別ができない問題のそういう風な病気を持ってるってこと。なるほどね。ね、多様性にも限界があると思う？多様性ね。いや、多様性って皆さんそういう風な意味で使うんじゃないんだよね、結局。そうね。多様性っていうのは皆さんね、言ったらね、そういう風な、まあ、信じるも信じないも多様性だから。ね。そう。ね。なんか結構その、ね、ネガティブなそういう風なね、ものの捉え方をなんかこうしてる人いるけど、そう、多様性ってなんか全部を全部皆さん受け止めましょうっていう風なもんじゃないのよ。そうね、ちょっと難しいんだけど、受け入れませんっていうのもありなのよ、皆さん。そう。受け入れませんっていうのも、その中に含まれてるの、皆さん。あ、匿名さんありがとうございます。ありがとうございます。スイカありがとう。ありがとう。あら。ありがとうございます。ありがとうございます。だ、限界があるってことってこと？多様性に対するってこと？ねえ。いや、そんな人が出てくると思わなかったんじゃない？だってオリンピックもね、皆さんまさか。ねえ、そんな人。平泳ぎうるせえな、見てこいや、勝手に。ほんと、潰すぞ、ほんと。アカウント自体、ほんと。ねえ。そう。でもさ、ね、そんな人いなかったもんね、今までね。ほんと。いや、いなかったのよ、全くオリンピックで。ねえ、今年に入え、今回のオリンピックすごくない？なんか。ねえ、でしょ？そう。なんかねえ、いろんな人がいるもんね、ほんと。そう、今回から OK なんだ。あ、匿名さんありがとうございます。花火ありがとうございます。パパンパンパンパパパンパンパンパパパンパンパン。どやさ、ありがとうございます。何でも受け入れろってことじゃなくて違うのよ、別にそんな言って。ねえ。そう、何でも受け入れるっていうもんでもないのよ、だって。ねえ。私はそういうの受け入れたくありませんっていう人もいるしね、中には。まあ、それはそれでありなんじゃないの？ねえ。そう。
しいわね、本当。これ難しい問題ね、本当。どこで線引きするかよね、これは。うん、ねえ。だからトランスジェンダーのカテゴリーを作るべきよ。わかる？うん、もう。そう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 。うん？いや、そういう風なやつよ。どう？そう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 。新しく作るのしかないわね。もうこうなったら、区別して。そうそう。トランスオリンピック、あ、いいわね。トラリンピックってどう？あ、いいわね、トラリンピック。あ、それもありじゃない？オリンピックも中にもそういうのあるといいんじゃないのかしら。うん？それも何、差別になるってこと？いや、区別になるんじゃないの？だって。ねえ。そう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 。うん？実際区別して作ったとして、はいはい、見ます、私が見る見る、私も見るよ、見る見る、うん、そうそうそう、見るよね、見る人は見るわよ、だって、うん、見る見る、うん、そう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 、うん、ねえ、でしょ、うん、何でも区別とか差別、まあ、とりあえずやってみたらいいんじゃないの、そういうのってね、いや、新しいことなんだかな、ねえ、うん、こんなことしたら差別よ、こんなことしたらダメよとかって言うんじゃなくて、とりあえずやってみたらどうかしら、ねえ、うん、そう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 、うん、ねえ、でまたやってみてちょっと無理だったらまた変えればいいじゃない、やっぱやらないと皆さん、ねえ、何でもそうだけどやっぱね、うん、やっぱ失敗してまた学ぶことが多いから皆さん、うん、私はそう思うんだよ、そう、試験的にやってみるとか、ねえ、トランスジェンダーの世界大会とかやってもいいじゃないの。でしょ？うん、ねえ。何でもかんでも差別差別って、ねえ、なるよりかはね。あ、でもね、そういう風な、こう、あ、でもね、やっぱね、そういう人って、やっぱ差別、その言ったら、女性としてはやっぱ選手としてこう出たいっていう風に思ってるのにっていう風なことかもしれないしね。うん、当事者はね、やっぱり。そうそう。私は女性としてやっぱやってるのに、みたいな。うん、なんでそういう風な、ね、カテゴリーに分けられちゃうんだろうっていう風な形で揉めることはありそうな感じはするけどな。確かに。そう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 。ね。そうね。結局ね、これね。そういう風になると思うんだよね、結局。ね。そう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 、そうやってみないと分かんないもんね、そういうのって。そうそう、柔道ね、私もね、柔道ね、私もいい線まで行ったんだけどね、本当途中ぐれちゃったからさ、柔道ね、本当私強かったんだよ、柔道ね、本当。中井会長消すわよ、本当。はい、消します、はい、消します、うん、そうそうそう、はい、消えて。うん。はい、消えて。はい、消えて。うん。あ、ジェイちゃん、ありがとうございます。潜って。うん。ね。潜って。あ、ジェイちゃん、ありがとうございます。ハートのバブリング、ありがとうございます。バブ、バブ、ありがとうございます。ありがとうございます。ね。あ、ラブドリンク、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。消すわね。はい。ね。バイ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 。ほんと。ね。バイ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 。そうそう、ほんと。うん。あ、たかこちゃん、ありがとうございます。ほんとうるさいね、この人ね。うん。中井会長って。あ、ありがとうございます。スペシャルドリンク、ありがとうございます。ありがとうございます。あゆーちゃんもありがとうございます。ありがとう。グレちゃうって、だって思春期でしょ？中学生。やっぱグレるよね。うん。そう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 。うん。ねえ。何かのきっかけっていうのはないんだよね。あ、でもね、友達が結構悪かったのよ、みんな。あんまりね、いい中学校じゃなかったのよ。全体的に。ね、柄の悪いやっぱ学校だったから、やっぱり。そう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 。私ね、そう。私実は中学校は、
あの私立の中学校行ってて、柔道でね。で結局柔道やりたくないって言ってやめて、公立行ったのよ。私立やめてね、柔道やめて。で公立行ったんだけど、公立行っても柔道はさ続けてたの、皆さん。うんね、ただグレちゃってね中学校でね、うん、やっぱりそうグレることによって、なんていうの、その言ったらいじめられないっていう風な、なんかあるじゃんそういうの。うんね、普通にしてればね、いじめに遭うかもしれないけど、ちょっと少しグレてれば言ったらさ、あんまりこう寄ってこないみたいな、うんね、まあそういう感じだったのかもしれないけどな、ね、うん、そう防御するっていうね、うん、あるよねそういうのね、いじめられないようにするみたいな。普通にしてるといじめに遭うかもしれないじゃん、私みたいなタイプって。お尻くねくね振ってるしね、おかまおかまっていう風にね、私ほら言われたからずっと、うんね、高校行きました、ほんと大学もね行きました、途中やめちゃったけど、ほんと失礼ね、ほんと高校も行ったわ、そう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 、卒業証書あるわ、うん、そうよ失礼ね、ほんと行った、うん、なんか自分で思ったのよ、あ高校の卒業証書いるわみたいな。私ね中高校をすぐ辞めちゃったの、もうやってらんないみたいな、うん、ただね職は行くと高卒以上って書いてんのよ、皆さんわかる？中卒ってないのよ当時、もう全部高卒なのよ、高卒以上高卒以上高卒以上みたいな、わかる？ねえ、なんで辞めたのみたいな、うん、なんで辞めたの学校みたいな、その理由がねあるわけよ、ちょっと合わなくてみたいな、はあみたいな、合わないんだみたいな、そう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 、それ言っちゃいけないんだけどね、合わないっていうのはね、そうそうそう、合わないってことはね、人間関係がねうまいことできてないのかなっていう風に判断されるじゃない、うん、そうそう、言っちゃいけない、ネガティブなことは言っちゃいけないもんね。高校は通信、大学は普通の全日制よ。あのね、通信制をバカにしないで、ほんと。通信制も大変なんだからね、皆さん、行くの。ねえ、通信制って大変だよね。レポートすごいよ、レポート。自分で教科書読んで、自分で埋めていくんだよ、レポート。ブワーって、わかるの？仕上げるの、レポートを全部ね、何十枚ってレポートを全部ブワーって教科書読んで、ブワーって書くのよ、レポート。ねえ。それ週に1回あるんだよ。大変だよね、ほんと。そうそうそう。毎週毎週みたいな。そう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 。でしょ？自学自習だよね、通信制って。いや、関係ないよね、通信制でも。私と同じ友達、兄弟行ったもんだって。私と同じね、一緒の学校でね、いじめにあって、通信制の高校に通った子いたのよ。そうそう、ゼミとか行ったりとかしたの、友達が予備校行ったりとかねしてる友達いたのよ、同じ年で。1年ぐらいちょっとね、その子もあの留年しちゃってね、あの同じ年に入ったんだけど、高校ね、通信制の高校で、すっごい頭良かったのよ。で勉強とかもね見てくれたんだけど、その子だって皆さん卒業して行っちゃったよ、兄弟へすごくない？だってねえ、そう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 、いや関係ないって皆さん、うん、関係ない、うん、そうそう、結局学校行ってりゃね、ねえ、あのそれで補えれるっていうもんじゃなくて、本当にそのスクーリングしないと出席日数も関係あるし、スクーリングもレポートも全部仕上げてじゃないと OK もらえないと卒業もらえないって結構厳しいよ、結構。そう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 、うん、ねえ、だってあんた聖子ちゃんだって言ったじゃないの、中央大学ね、法学部よ、あなた知ってる？聖子ちゃん4年間で卒業したんだってよ、すごくない？中央大学を、あの人すごいよね、通信制の大学でそんなやるなんて4年間、いやすごいことよ皆さん。聖子ちゃんはアイドルだからって何言ってんの一体
ねえ、うん、一人間でしょ聖子ちゃんだって。うん、ねえ、でしょ。そう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 、すごいよね法学部。あ、消すわよ、うるさい。もう調子乗んなよ本当。ねえあなた本当ねえ、うん、はい消しますよ、うるさいかな本当ねえ、はい消すよ、うん、ねえはい消します、はい消します、もうダメ本当ダメ本当ねえ、うん、やっぱ解除しますねえ、やっぱ消しますねえ、はい消します、はいはい、もう一回解除します。消えたでしょ、でまた出てくるでしょ、でまた消えるわけよ、うちのところに。ほら、はい、消えまーす、はい消えまーす、そうそう遊びまーす、そうそう遊びまーす、はい出まーす、そうそう。ねえ、なんてひどい子なの私は本当。ねえ、どんだけよ本当。そうそうそう、ちょっと。あ、っていうか、あのゆっこちゃん辞めるんだってね、放送ね、引退するって知ってる？なんかゆっこちゃん辞めるんだって放送ね、やっぱり。うん、なんかゆっこちゃん辞めるって聞いたよ、なんかね、あのタワクで見たけど。うん、仕事するんじゃない、ちゃんとしっかりと。見ないもんだってゆっこちゃんね。そうそうそうね、借金とかもすごいらしいね、あちこちに借金したりとかしてね、ほんと。そう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 、だからライオンかなんかあれでしょ、こないだあれだったよね、あのゼロワンくんところでさ、ね、あのライオンかなんか3万か4万するやつを買ったでしょ、2回ぐらい。ねえ、そうそうそう、うん、やっぱこうさ、あの後先考えずにこう勢いでバーンっていう風になっちゃうんだろうねきっと。うん、そう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 、うん、あったらあった分だけ全部使っちゃうんだろうね本当。そう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 、うん、ゆっこちゃんすごいらしいよ、あちこちに借金してるみたいよ、いろんな配信者に借金してるって言ってたよ本当。そう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 、うん、ねえ、やっぱそれもやっぱり返すためにやっぱ仕事するんじゃないきっと。うん、そう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 、うん、ねえねえ、なんか切ないわね、そのあねえ、あ、与える与えるっていうね、ほんと、え、与えて与えてみたいな。そう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 、うん、ねえ、うん、そうそう、与えて与えて、わかる、うん、そうそうそう、うん、でしょ、与えてるんだよ皆さん。うん、昼学と何、通信の区別をいただけで傷つけたら謝るわと、別にあの大丈夫よ、うん、ね、うん、若い子とイケメンに弱いと言ってた、それはみんな一緒よね、若い子いたらそれは皆さんもう、ほらそうよ、うん、そうそうそう、ねえ、若い子いたらそりゃね、私たちだってそりゃ、そうよ、ちょっとぶりっこしちゃうわよ。あなたは貸してるの？うん、全然、私お金を貸すことはありません、お金貸してって言われても嫌っていうタイプ、貸しませんっていうタイプ、うん、困ってるって、あ、そうなんだって、うん、じゃあお金じゃない助けの仕方を一緒に考えようっていうタイプ、私はお金は絶対貸さない、うん、そうそうそう、貸すんだったらあげるわお金、返ってこないもんだってお金なんて。貸したところでね、お金なんて返ってこないって。そうそうそう、うん、ねえ、ダメ、うん、そうそうそう、お金の貸し借りしてさ、もう友達でもないで、結局。そうそうそう、田中くんのツイート見て、いや。どうしてよ。何よ、もう今喋ってる、これ緊急なの、緊急、
緊急これ。どうしたっていうの、タナチ君が何？え、タナチ君何？アカウント変えた？緊急？え、タナチ君だってないよ、ツイッター。やめたんじゃないの？ツイッター。え、タナチ君やってないよ、ツイッター。やってない、どこ？ちょ、タナチ君のやつちょっと出して、ウラル。ないよ、タナチ君。そうそうそう。ねえ。どこ？タナチ君のアカウントがない。ちょっと、消した？名前タナチ君のやつ消えてるんだけど。藤沢さんは貸しても貸しても、いや、それはそれでいいんじゃないの？本人が貸すっていう風に言ってるんだから、私は貸さないっていう風に言ってるだけで、ねえ、いや別にそれがなんか正しい、どれが正しいか分かんないけど、ねえ、いいんじゃない？貸す人は貸せばお金。ねえ、自由だからそういうのはね、自分の体だし。ねえ、私は貸さないっていう風なスタンスなの。絶対。ねえ。そう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 。お金貸したらまた次貸してって言われるもん。ねえ、みんな。でしょ？で、いや、今回は貸さないよって、どうして貸してくれないのって。前は貸してくれたのに、みたいな。ねえ、どうしてってなるでしょう？ほんと。ねえ。もう対等になれない。お金貸しちゃうと。そうそう。キリがなくなるし。まあ別にお金は貸す人はいいんじゃないの？ねえ。お金もし返ってこなくなっちゃったら皆さんどうする？お金貸して貸してって言ってさ、お金返して返してって言ってさ、そのわかる？その、精神的にもこっちがしんどいじゃん。なんかこっちが悪いみたいでしょ？お金貸して貸し返して返してっていうのもさ、なんか。そうそう、関係性が悪くなるよ。ねえ、結局でしょ。ねえ、で貸してもらった方はずっとさ気を使うわけよ。相手にもう友達でも何でもないわよ、皆さん結局。そんなの、これタナチ君のやつ。私ブロックされてる？タナチ君から。何これ？じゃあ、タナチ君か私、外されてるよ、私。ポスト。なんで？ちょっと、どういうことこれ？何これ、どういうこと？なんかあったの？外されてる、私ツイッターのやつを、これ。何これ、どういうこと？一体どういうことなの？何があったの？一体会社に戻ったの？病んでるの？いやいや、合ってると思うよ、これ。私のアカウントだもん、これ。何言った？私なんかしたっけ？引退したの？なんで引退したの？放送を？アカウントがないの？ふわっちのやつが。なんで？どういうこと？ちょっと待って。あのさ、てるるちゃん、どんな感じなの？一体これ、まあ別に言えないのか。ちょっと私にだけなんか送ってくれない？ DM か何か。ちょっと、ここでは言わなくていいから、ちょっと。アカウント消えてる？何一体？タナチ君消えてる。ない。タナチ君のやつないよ、私。ブロック、私ブロックされてんの、タナチ君から。ないんだけど。ちゃ。私ないよ、タナチ君のやつ、まったく。出てこない。検索しても、ほら。
今 LINE で送りました。はーい、ちょっと待って。何があったの一体。マジで？あー一応見た今ね、鍵垢になってるわ。え、タナチ君ってさ鍵垢ではなかったよね。うん？え、どうしたんだろう、タナチ君ね。あ、ずーっとそうだったっけ。あ、そうかもしれない。私、タナチ君と LINE、あ、私、タナチ君と Twitter 交換しないわ。そうかもしれない。私、そうだね。きっと。うん？ちょっと、ごめんなさい。じゃあ、私、タナチ君と LINE かの Twitter、お互いフォローしてないわ、そういえば。あそれはわかんねえわ。うん。私もね、そういえば。そう。ちょっと。あ、タナチ君に今ね、LINE できますかって言ったら、できますだって。電話できますかって聞いてみようかな。今、仕事中かな、もしかしてね。タナチ君。びっくり、ちょっと。え、でも、え、アカウントでも消えてない？タナチ君のアカウント消えてるよね、これ。タナチって言う、書けば出てくるよね、タナチ君のやつを。ん？消えてない？アカウントあった？なぜ？じゃあ、なぜ私のやつ検索したら出てこないの？本当。アカウントあった？じゃあ大丈夫なのかな？じゃあ。そう。ねえ。ちょっとやだ。どうしたの？タナチ君一体。ねえ。どうしたの？タナチ君。ん？皆さん、ちょっと無料お願いしますよ。あ、無料じゃないわよ。ナイスお願いしますよ。ナイス。ちょっとこう、テンパってる。私。そう。ねえ。いや、テンパってる。あ、盛り上げ猫ありがとうございます。エントランスに行くだって、タナチ君ね、話ができるみたいよ。あ、のろのちゃんありがとうございます。私ほら今イベント中じゃないからね。皆さんまた8月7日ね、出ますから、またイベントね、応援してくださいね。あ、いいですだって。なんだ、ちょっと一回電話してみましょう。あ、もしもし、タナチ君？はい。なんかあったの？なんかあった？え、なんすか？なんかリスナーさんからなんか、リスナーさんからなんか大変って来たんだけど。大変？なんかツイッター見た人がなんかね。あー、ツイッターか。うん。なんかあったの？いや、なんか今、うん、いや、別にやんかけじゃないんですけど、うん、なんか今会社にいて、うん、ちょっと今日仕事忙しいんで休憩しようと思って、うん、あのプロントにコーヒー買いに行ったんですよ、うん、でプロントでテイクアウトして、うん、そのまま会社戻る前にちょっとお手洗い行きたかったんで、うん、そのプロントがその会社、あのなんだ、そのプロントの店内にトイレがなくて、うん、そのビルの外出たらトイレがあるみたいなトイレなんですよ。でそこのトイレ入って、うん、普通にちょっと台がしたかったんで、うん、あの普通にトイレ入ったら、うん、なんかそのちょっといかつめのなんか男性の方が、あの鍵開いたまま入ってて、うん、でそのまま、あ、入ってるから、あ、すいませんと思って閉めようと思ったら、うん、なんかいきなり手がって引っ張られて、怖っ、うん、で個室の中無理やり入れられて、怖っ、レイプじゃない。でコーヒーバーってこぼしちゃったりとかして、で今格闘して怖すぎて今速攻走って会社まで逃げてきたっていうのを、ちょっとヤバすぎたっていうのを X でつぶやいただけです。え、それ警察言ったんじゃないの？あ、言ってないです。もう会社すぐ戻ってきちゃいました。とりあえずなんで
いや、これ犯罪じゃないの。そうですよね。いや、言った方が良くない？これ言った方がいいですかね。いや、そりゃそうでしょう。いや、警察にこれ言った方がいいよ。絶対危ないよ。危ないですよね。他の人もなるかもしれないですもんね。そうだよ。他の人も被害に遭うかもしれないよ。したらちょっとじゃあ。え、なんだろ、それって何？タナチ君を狙ったのかな、最初かな？じゃなくて？いやいや、じゃないじゃないですか。不特定多数じゃないですか。だって僕入ってくるとかもわかんないと思って。いやー、だって、まあ確かにそうだね。はい、いや、で、誰でもいいってわけじゃない。いや、でもね、誰でもいいっていうわけでもないと思うよ、私は。あ、そうっすかね。いや、とりあえず、まあ、ちょっとまだ今、ほんと10分前くらいになった感じなんで。まあでもそう、確かにでも、まあでもね、中に入って、田中くんが入った瞬間いるってことは多分そういうことなのかしらね。もしかして、じゃあ。ああ、どうなんだろう。まあ、とりあえず、店舗に、確認してみてもらってください。確認してみてくださいって、一回店舗にちょっと電話してみます。行くの防犯カメラとかね。はいはい。大丈夫？あ、大丈夫、大丈夫。今、大会社のエントランスいるんで大丈夫です。本当？はいはい、すいません。うんこはしたの？ん？うんこはしたの？あ、うんこ会社でしました。うわー、そう。はい。ちょっと警察行った方がいいよ。あ、わかりました。なんかすいません、配信中ですよね。ごめんなさい。大丈夫よ。お手数おかけしちゃったみたいで。あ、いえいえ。またね、じゃあね。はい、あ、はい。すいません。はい、ごめんなさい。はーい。はーい。怖ー。どういうことよ。怖いわね。怖くない？皆さん。だって、トイレ行こうと思って台の方開けたら男性がいてさ、わかる、あ、すいませんっていう風に行こうとしたら手ガッて掴まれてバッていう風に引きずり込まれるって怖くない？ちょっと襲われるって怖いだろう。何それ、ほんと怖いよね。うん、ねえ、え、怖ー。しかも体のでかい人だよね。いやいや、大丈夫かな、田中くんね。心配ね。うん？トイレ行ったら怖いって、あたし？うん、あたしたまにトイレね、鍵に開けっぱなしに、酔っ払ってる時にいつもね、鍵開けっぱなしにして、ガラガラって開けたら、いやーんとかっていう風に、言ったりはね、昔ね、してたんだけど、ちゃちゃちゃ酔っ払った時を配信でね、女装してる時ね、そのガラガラって開けたら、うわ、やーんとか言ってやったりはするけど、そんな引きずり込んだりしないんだって私もね。そうそうそう、ちょっとそれはねびっくりするけど、相手もね、そうよ、ほんと。一緒に警察？でも田中君でも今あれだもんね、仕事してるからね、24時ぐらいじゃないと仕事終わらないってなんか見たよ、ツイートで。そう、私鍵閉めないからね、ほんと。でもよかったね、でも逃げられてね、ほんと。でもなんか声の感じ結構大丈夫そうだね。ねえ、あれかな、なんか心配かけさせまいと思って、ちょっとあれかな、明るく振る舞ってるだけなのかもしれないね、もしかしたら。大丈夫かな、田町くん。ちょっと。誰がそんなことするのよ、一旦。ねえ。怖ぁ、ほんと、物騒ねえ、ほんと。物騒じゃない、そんなトイレの中まで引きずり込まれるなんて。ねえ。田町くんって狙われちゃうタイプなのって、田町くん。狙われる。そうね。ちょっとなんかあれだもんね。華奢だもんね。あ、匿名さんありがとうございます。ありがとうございます。ねえ。ありがとう、いつもありがとうございます。田中くんほら、結構、
細いしね、皆さん。わかる？あれ。うん。あの、ゲイの世界ではあれだね。バラ族タイプだね。バラ族っていう雑誌が昔あったのよ。バラ族。そうそうそう。ね、皆さん知ってるでしょ、バラ族って。うん、ね、少年愛とか、なんかちょっとこう、童顔タイプのスリムなこう男性の雑誌みたいなやつ。ああいう、タナチ君みたいな細い人が写ってるのよ。あ、本にね。細い人。うん。あの、華奢のスリムな男性が写ってるのよ。うん。そう。で、サムスンってやってね。サムスン。サムスンはどちらかと言ったら、デブの、あの、親父。うん、デブ親父みたいな。うん、あ、アキちゃんありがとうございます。バブリングありがとう。バブバブありがとうございます。ありがとう。そう、サムスンってね。あるのよ、太った。頭剥げてるやつ。そう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 。うん、で、G メンってあって、G メンはラグビー体験の人。ちょっとガチムチ系の人。うん、ね、ガチムチ系。全然わからない、まあ、サムスンだったら、パルパルみたいな。うん。あと、政治君タイプ。ちょっと、あの、サムスンって。太ってる男性のやつ。で、G メンはどちらかというと、中ちゃんとか。わかる？中ちゃんタイプよ。ちょっと、あの、ガチムチな感じ。うん、ちょっと。そう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 。うん、ね。わかる？これ分かりやすいでしょ？ G メン。そう、いかついタイプ。うん、で、その、あの、次が、バディっていうのがあって、バディ。バディは、あの、なんちゅう、どちらかって言ったら、ファッショナブルゲーみたいな。わかる？ちょっと。ファッショナブルな感じ。ちょっと、おしゃれゲーみたいな。うん。あの、なんちゅうの、3倍目ヒカルくんとかわかる？なんかわかるじゃん、そういうの。うん、そんな、ちょっとなんかこう分かるよ。クオリティの高い、なんかちょっとこう、あの、イケメンの。うん、ね、そう、集合雑誌みたい。分かった？うん、ね。何へって。うん、ね。何へって。うん、ね。いやー、でも、タナチ君心配、大丈夫かしら。ひーちゃん、私は、G メンかな。うん。何、あのさーって。中村か、ほんと、あんたは。うん、な、あのさーよ。ほんと、イラつくわね。ほんと。そう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 。何、あのさーって。うん、何ですか一体。うん、そうよ。うん。うん、ルミエルで売ってるやつ。ありがとうございます。ありがとう。そうそう、中村ね。やってんじゃん。うん、ねえ、パニちゃんこっち。モスコちゃん。ももこちゃん。そうそう。うん、ねえ。うん、ななちゃん、ななちゃんは、ななちゃん、ななちゃん、ななちゃん、なんだろう、ななちゃんね。ななちゃん、ななちゃん、ちょっと顔では表せないわね。ちょっと。そう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 。ななちゃん、ななちゃんってうるさいわね、ほんと。え？ななちゃん、ななちゃんってうるさい。ななちゃんが、ななちゃんが今日言ってました。ななちゃんが言ってました。ななちゃんがこんなことやってました。どう思いますか？あなたはななちゃんを超えることはできないのよ。とか言ってうるさい、ほんと。ね。そうそうそう。え？ななちゃんの方が配信閲覧も高いのよ。みたいな。ななちゃん嫌いなんですか？ふーちゃんのことなんでそんな嫌いなんですか？仲良くないんですか？って言ったよね。ななちゃんを超えることは無理なんですよ。とかね、ほんと。はい、なんですよ。みたいな。ねえ、ほんと。
私は生ですよって、え、ほうなのみたいな。そうよ、ほんと。いずれね、そうなるよね、絶対ね。ボケちゃって。そう。でしょ？ねえ。だるいって、こっちのセリフよ、だるいのは。毎回、毎回、ほんと。ねえ。毎回毎回そんなことばっかり言われた。ほんとねえ、かわいそうなのは私。ほんとそう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 。いや、ボケるよね。いや、ボケる前に死ぬんじゃない？早めに。うんね、配信者すぐ死ぬわよ。全員死ぬから大丈夫、皆さん安心してください。ほんと、うん、死ぬ死ぬ。長生きする人あんまりないと思うよ、配信者ね。みんな、いや、ほんと不節制な生活ばかしてるもん。うんね、運動は嫌い、お酒飲む、ゴロゴロ食っちゃね。ねえ、でしょ？ストレス溜め込むしね、ほんと。うん、ねえ、死ぬわよ、すぐ。短命よ。ねえ、あなたのこと私が？なんで？ダンスしてるもん。私。踊ってるし、外配信で歩いてるし。悪いけど、うん、やめてくれない？本当、うん、ね、不健康だっていう風に決めつけるのは、うん、悪いけど、あなたより運動してるわ、本当。タヌキでね、くっちゃね、くっちゃねして、わかる？頭ボサボサでね、本当、くっさい体をね、ね、充満させてね、本当、ね、横になりながら布団の万年寝床でね、本当、ね、ペランペランのね、わかる？布団引いてさ。ね、頭ボッサボサでね、ほんとポテチかなんか食ってんでしょ、ボリ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 ね。そうそう、髪の毛いっぱい布団のとこにね、ね、散らかってね、ほんとねえ、でしょ？ほんでタバコ吸ってんの、こうやってつっつっつって、え、でポトって落ちてボーよ、ほんとあーよ、ほんとね、あなたの未来よ、ほんとあーよ、ほんと。ねえ、ほんと。悪霊退散よ。ほんと。悪霊退散。あーよ。あいやーよ。ねえ、うん。そう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 。岩子で自慢、岩子で自慢。何この人一体。ね、なんかの暗号？ちょっと怖いわね。何この暗号みたいなやつ。ね、何これ一体。マジで怖い？うん、そうそうそう。うん、いやー、私長生きしないと思うよ。そんな、うちの母の方が先に長生きするんじゃないかしら。どちらかと言ったらね、親不幸になっちゃう、親不幸に。ねえ、私コクって多分言っちゃうと思うよ、私はきっと。うん、ねえ、うん、そうそうそう。あ、で、そう、私和製ちゃんからなんかもらったんだ、プレゼント。ちょっと開けてもいいかな、和製ちゃんからもらったやつ。ちょっとね、そうそう、お誕生日のなんかあれだって、皆さん、うん、プレゼントみたい、なんかね。え、悪いわね、ほんと、わざわざ。ねえ、悪いわ、ほんと、和製ちゃんね、ほんと。そうそうそう、ねえ、うん？優しいわね、和製ちゃん、ほんと。お返しなんていいのに、ほんと。ねえ、自分のことでいっぱいいっぱいだと思うのにね、ほんと。あ、こんばんは。なんだろう、一体。もうわかるもんね、これでね、イヴ・サンローランよ、これね。え、まあすいません、なんかね、イヴ・サンローランいただきまして、こちらね、え、でっかい箱ね。んディアヒーちゃん、ハッピーバースデー、いつもありがとう。いろいろあって会える時間が減っちゃったけど、ずっとヒーちゃんのこと大好きよ。何かあったり困ったりしたらすぐ連絡してね。今年はいっぱい遊べますように。ひーちゃんにとって素敵な一年になりますように。フロム和製。ありがとうございます、和製ちゃんね。
字がギャルだね。ギャル文字。そうね、字が可愛らしいわね。どれどれ。可愛い字だね。これどう開けるのこれ一体。どれ。これどう開けるのこれ皆さん。ねえ。あ、これかな。あら。これ何？あら、これは何一体？口紅かなこれ。これは何一体？あら、ハンドクリームだ。イヴ・サンローランのハンドクリーム。こっからすっごい匂いするよ皆さん。いい香りがする。こっからいい匂いがするわ。あ、コールをつけてあれだよね。ほんと。わかる？そう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 。ねえ。あ、すごいいい匂いする。ねえ。そう。手をね、しっかりとこうしとくのよ。手を。そう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 。田無くんみたいな。嗅いでみたいな。ねえ。みたいな、わかる？あ、やだーみたいな。食べ物じゃないのみたいな。ねえ、トントロ、トントロよ。トントロ、トントロよ。私は豚かいみたいな。ねえ、ちょっと。見てたって、見てたよ、カラオケのやつ、今日。お昼でしょ？奈々ちゃんのカラオケでしょ？見てたわよ、ほんと。そうよ、トントロトントロでしょ。見たわよトントロ。そうそうそう、ほんと。まさか歌うと思わなかったトントロ。面白かった。あのね、あの時間帯結構ね並行すんのよ、わかる？奈々ちゃんもちょっとチラッと見て、藤見ちゃんも見てるから、私ね両方とも忙しいのよあの時間帯って。ねえ、流れが、あの流れが、わかる？流れが、私たち流れがあるのよ。ねえ、そう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 。やっぱお昼は藤見ちゃんだから。そうそうそう。ねえ。これ何？サンソリット、スキンピールバーだって。これなんだろう？石鹸かな？あ、石鹸だ。洗顔石鹸だって。水色、青だね、これ。青。グリセリンが入ってますだって皆さん。グリセリンが、そう、オカマのシフトがあるじゃんね皆さん、わかる？朝は奈々ちゃんでしょ皆さん、どうせで藤見ちゃんから流れてって、オカマイマイ流れてってでしょ、どうせ違うの？そっから夜は私の放送か、パニちゃんの放送見てね、パニちゃんパニちゃんってね言って見に行ってでしょ。で、モスコちゃんがもうすぐ始まるでしょ。で、モスコちゃんが始まってみたいなでしょ、どうせみんな。あっち見てこっち見てみたいな。ヨッシーマくん見たりとか、ティーヤマくんが始まってさ、どうせみんなあれでしょね。そう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 、オカマばっかり見て。あ、ビーナスちゃんね、最近出た。 あとあれだ、アキコママだね、朝はね。そうだそうだ、ね、朝ね始まるね。そうそうそう、ビーナスちゃんって面白いの？ね、皆さんまた出たわね、新しいオカマが。ほんとオカマもうあれだね皆さん、オカマばっかり、もうほんと面白いのあの人。あ、そう、ニコ生だもんね、ニコ生の人。ひーちゃんと張り合うレベルの、何、そんな何、脅威なの？そうなの？あの人。あ、梅ママちゃんありがとうございます。ありがとうございます。マジか。あ、体を張れる系でしょ？だ、ニコ生で。そうそうそう。もう、ニコ生勢、嫌ね、ほんと。ニコ生って体張れるんだよね。あ、梅ママちゃんありがとうございます。いつも安定の仙人？誰が？ビーナスちゃん？
私だってツイキャスやればそのぐらいいくわよ。もし私がおすすめ規制解除されてね、ツイキャスで私が例えばツイキャスするでしょ、ね、行くわよ。1000人普通に行くって、私でしょ、行くわよ。だってふわっちでだってこのぐらいのアベレージでしょ。だってそうそう、これ3倍ぐらい行くわよ、言われてるよ。そうやってふわっちの3、4倍の閲覧がツイキャスって言われてるじゃん。だってだってツイキャスの配信者だってさ、こっち来たって全然全くじゃんでしょ。そんな言うて多くないじゃん。ね、ここだって見てる人数が少ないもん。だってふわっちの見てる人数が、ね、あのね、ツイキャスと分かるふわっちのさパワーバランス考えて、もう全然違うんだから皆さん、ねえ、こっちが少ないって当たり前なんだよ皆さん。少ないもんふわっちなんてねえ、そうよ、あこんばんは。そこはなんか少ないだの多いって言うけど、皆さん少ない少ないって言うけどね、そういうもんなのよそう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 、100人いけばいい方なんだから、ふわっちってね、みんなそうよ。いや1000人なんてもう神よ、神レベルみたいな、なかなか1000人いかないもんだって、普通の通常配信でね、なんか閲覧なんか炎上するかじゃ1000人いかないじゃん、ふわっちなんてね、みんなそうそう、あこれ石鹸なんだって、石鹸ね、あれいるね、石鹸のやつ、ネットみたいなやつね、これこちら、いつもコンスタントに取れてるやつな、そんなことないわよ、そんなことない。やっぱり難しい皆さん、でもいいの、そうそう、閲覧よりもみんなの幸せを心から私祈ってるから、そう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 、ね、みんなありがとう、愛してるわ愛してるわ、さあありがとうございます、わせいちゃん素敵なプレゼントありがとうございます。ねえ、ほんと。まさかこんな素晴らしいものをもらえるなんて思わなかったわ。ほんとありがとうございます。閲覧少し少ない？おすすめ規制でね、ここまで取れたら上等でしょ。ねえ、ほんと。仕方ないよね。おすすめ規制なんだから、ずーっと。ねえ。考えてみて、私すごいハンディ持ってるからね皆さん、私めっちゃハンディ持ってるよ、ふわっちね、ボタン数が少ない中でさらにおすすめ規制で ここの人数なんだからね、すごい方だって自分で思うもん。あこんなに、それでももうたくさんこんなの人数の人がね、あ見てくれてるんだみたいなね、それは自業自得？は？何が？じゃ、だからその言ったな、そこを別に責めてないじゃん、私は。そうね、受け入れてるじゃないのよ。ねえ。でしょ？何をおっしゃってんの、一体。ひーちゃんが悪いの、何が？ねえ。また病気来たわ、皆さん。病気が。ねえ。ねえ。気持ち悪いババアが来ました。皆さん。ババアかジジイかわかんないけど。ほんと。ねえ。そう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 。だるいわね。ほんと。いやーねえ。もう。ねえ。自分でやったこと？はい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 。ねえ。はいはいはい。ねえ。勝手に言ってれば、本当ここで、ね、勝手にやってれば、ここでわざわざさ、規制かかってるところにわざわざ来てね、本当ね、コメントしてさ、本当ね、気持ち悪いんだけど、ちょっと、どっか行ってくれない？本当粘着して、ね、そうそうそう、
ねえ。あ、牛牛さんありがとうございます。スイカありがとうございます。あ、タカコちゃんありがとう。パパンパンパンパパパンパンパンパパパンパンパ。どやさどやさ。どやさありがとうございます。ありがとうございます。あ、ジェイちゃんありがとうございます。オーマイガーオーマイガーオーマイガー、あなたがアラブの石油を、ケツゲボボ、腹毛ボボ、背毛ボボ、全身ボボ。もう脱毛なんかいかないわ。イエス、タカスクリニック。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ。ということで今日は皆さんね、まあ、イケメンを捕まえましょうっていう風なね、日ということで皆さんね、今日はちょっとね、ナンパはちょっとしません。今日はね。そう、今日出会い掲示板からちょっとね、また相手をね、よりすぐって、ちょっと会っていこうかなっていう風にね、思っています。そうそう。ねえ。捕まるかしら。ね。そう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 。捕まるかしら。うん、ちょっとね、久しぶりのね。ちょっと、ね。ちょ、邪魔がまたね、入りますね、今日は。そうそう。ひーちゃん何、あんこちゃん何言ってんの一体。ほんと。なんだろうね、一体ね。なんか、京子ちゃん知らないもん、なんか。病気なんだね、ほんと。変な人でしょ、皆さん。ほんと。そうそうそう。ジャポニカ系が多いんだよね、ほんと、うち。ね、変な人が多いんだよ、うち。ね。そう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 。あなたも病気？いや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 。あ、ダブドリンクありがとうございます。いや、どう見ても病気だよね、ほんと。わざわざ。ね。いや、みんながさ、引いてるのわからない？コメントで。ね。ほんと。いや、ほんと嫌な思いしてるよね。みんなも。私もそうだけど。ね。気持ち悪いコメントすごい打ってるよね。ほんと。なんかさ、かわいそうね。自分がやってることがわからないってかわいそうだよね。ねえ。いや、それがまた幸せなのかもしれないけど。ねえ。いや、ほんと。いや、こういう人ってさ、あれなんだろうね、ほんと。空気読めないんだろうね、普段から。やだね、ほんと。ねえ。そうそう。あ、こんばんは。でも逆にそういう人の方がいいのかもね。私たちみたいなナイーブな人たちっていうのは、すぐ感じちゃうじゃない。ねえ。わかる？察しちゃうから。そうよ。ねえ。逆になんかほら空気読んじゃうからさ、私たちって。でしょ？ねえ。なんかさ、わからないんだろうね。自分たちがどういう風なことしてるのかって。でしょ？そう、空気読めちゃうのよ。ねえ。そうそうそう。でもこういう人って多分ね、一人なんだろうね。ねえ。私が正してあげる。そうそう。137号さんが、ね。誰も友達がいなくて空気読めないね、人間だったら、私はたくさん友達がいて閲覧がある。ね。こんなに愛されてるファンがいるの。私が正してあげる。そうそう。ねえ。でしょ？ちょっと。で、またこれコメントくるよ、また。調子乗って。向こうもね、キーってやって、
またすっごいまたね、私に対してまた噛みついてくるのよ、こういうのは。うん、そう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 、お待ちしてます、お待ちしてあげます、長文で、ね、待ってます、長い長文ね、そうそうそう、うんね。はい、はじめましてね、私は、30代の、ね、なんだろう、黒木メイサニのね、黒木メイサニのね、ね、女装しているものですみたいなね、うん、そう、よくみんなからね、みんなから可愛いと言われて、言われてね、言われてね、困っていますね、そう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 ね、いいでしょ、うん、うん、でもみんなから可愛いってでも言われてるからね、実際ね、悪いけど、うん、でしょ、ちょ、これ言い過ぎかな、これね、あの黒木メイさんね、うんね、ちょっと、うん、私は30代の、まだでも30代だもんね、まだね、言ってもね、うん、ぽっちゃりしているね、ぽっちゃりしている女装ですみたいなね、うんね、女装子ですみたいな、そう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 、うんね、うんね、いいんじゃないの、見た目はね、見た目は、見た目はなんだろう、見た目悪く言われないもんね、うん、見た目は悪く言われませんとね、言われませんと、悪く言われませんと、そうそうね、今日、夜、今日今から会える人をね、募集していますみたいな、うんね、会ってね、あんなことやこんなことをあったでしょみたいな、あったでしょよ、音符みたいな、わかる、そうそう、音符みたいな、そうそうねえねえねえ、今日今から会える人を募集していますと、会って、あんなことやこんなことあったでしょみたいな、そうそううんねえ、会ってイチャイチャにしようかな、ね、イチャイチャしませんかみたいな、そうそう、うん、ね、ね、足ありですみたいな、そうそう、うん、まずはメールをくださいみたいな、ね、待っています、ね、いいじゃないの、これでいいんじゃないね、あ、これいいんじゃないの、これで、どう、みんなこれでいいかな、みんなの意見何も聞いてないけど大丈夫？これでいい？ OK OK ね、うん、あー、どうかしら、今日邪魔されないかな、いつも邪魔されるの、皆さん、私たちね、いつも邪魔が入るから、ほんとすぐ邪魔入るのよ、皆さん、そうそう、邪魔がね、すぐ入っちゃうの、掲示板でね、皆さん、いつもそうなのよ、今日見てるかな、絶対ね、すぐ邪魔入るよね、そう、もうあっという間に邪魔入るのよ、皆さん、もう投稿してすぐよね、邪魔入るの、邪魔入っちゃったらどうしよう、皆さん、今日ねえ、もう邪魔入ったらやだね、ほんと、今日は名前は、名前はマヤにする、マヤね、マヤちゃん、名前借りますね、今日はね、名前マヤ、うん、ねえマヤね、そうそうそう、マヤちゃん、マヤって言って、マヤ、うん、そうそうそう、C
身長はね、これ身長これ書くとかね、これね、あのここ身長はどうしようかな、身長は172センチ、体重が78キロだよね。そこでいいかな。うんね、うん、大丈夫だねこれでね。うん、そうそう、大丈夫でしょこれで。何がよ、え、うん、うん、何が、じゃあ大丈夫だって、見えるから、見える見えるね、みんなね、見えるって、体重大丈夫よ、うん、大丈夫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 よ、大丈夫大丈夫、うん大丈夫大丈夫、うん、問題ない問題ない、うんね、気にしちゃダメ皆さん、これ投稿しました皆さん、来るかな、メールね、ちょっとメールの返事をか、あの待ってる間に化粧しよう、 OK メイク、うんね、そうそう、メイクしましょう、ちょっと、うんね、どっかなんかさ、皆さん掲示板とか利用する、普段、普段掲示板利用する、ちょっと、じゃ掲示板利用してるんだったら、でもやだもう、嘘でしょ、もう投稿する前から皆さんもうさ、注意喚起がもう皆さん掲示板の方に書かれてますよ。なんとこちらご覧くださいね、さらし YouTuber 見て、ほら、ひどんなに要注意って、これもう書かれてる、ほら、ここほら、もうね、書かれてる。あ、見える？あれ？ぼやけてんね、ほんと。ねえ。うん？ぼやけてんね、ほんと。ちょっとぼやけてるわ。うん、ねえ、いや怖いわねこれ、もう早速もう邪魔されてんの、これ邪魔すんの早くない、ちょっとこれどうする、これ皆さん出会えなかったな、これちょっと早くない、邪魔すんの、ほんとねえ、いやほんと早いんだけど邪魔するの、ね、つまんないよねこれ、うん、いやつまんないね、こんなん邪魔してさ、他の掲示板投稿するわえ、邪魔されちゃったもん早速、ちょっとねえ、晒し YouTuber っても書かれちゃったもんこれね、え晒してないよね全くね、ほんと、ニューハーフが邪魔してる、ニューハーフかもしれないし女装かもしれないしね、皆さんこれ邪魔されてるねこれ、ほんと、うん、ほんと、いやーね、ちょっと会うだけでもいいよね別に、そんな、どんだけどんだけこの配信監視してんの、ほんとねえ、ちょっとちょ監視しすぎじゃない、ちょっとこれ OKOK 投稿しました、どうかしら、うん、みんなもやればちょっとね、出会い系とかやってみてさ。ね出会い系。うん、ちょっと。うん、なんだろう。やっぱその幸せにはさせたくないんでしょ。ね、幸せにはさせるもんですかっていう風な気持ちなんじゃない？やっぱり。うん。ね、そう。阻止されてるわ。幸せを。うん。ねちょっとこれは、うん、そうそうそう、え、どうしよう、もし今日出会えなかったら皆さんどうする、ちょっとね、どうしよう、ちょっと困っちゃうこれ、もうどうしようね、え困っちゃう、うん、そう出会いたいのにね、ほんと、あ、待って待って、メール来たかもしれない、
メール来たかも。皆さん、これ来た、メール来た？来ました。はじめまして、山下さんと申します。山下さんね、掲載されている募集について、まだ募集されてますかと。同じ足立区民ですと。よろしくお願いします、山下さん。ヤマピー、うん、ねえ、ヤマピーから皆さんメール来まして、ヤマピーから。山下さんだって、自分で山下さんってちょっと言う男って、どうなのこれ、皆さんこれ。自分で言うてんで、山下さんって。どうなのこれ。ほんと、ねえ、山下さん。どうするこれ、メール返す？ねえ、メール返す？いないもんね、これしか。ねえ、ちょ、メール返してみようか。はじめましてと。ねえ、はじめまして。ねえ、今から会えますかみたいな。ねえ、プロフ、プロフ聞いてもいいですかにしようか。ねえ、プロフ聞いてもいいですかみたいなね。OK？ ねえ、これで OK。皆さん。で、またメール来ました。はじめまして、フミヤと申します。フミヤさん、まだ募集されていますか。だって、あら、フミヤさんだってね。うん、フミヤ来たよ、メール皆さん来たよ、来たよメールね。うん、プロフ聞いてもいいですかにしよう。そうそう、フミヤね、フミヤ、うんね、フミヤさん、またメール来ました。うん、こんにちはだって、こんばんはだろ、うん、ね、女装してるんですかって、うん、女装って書いてるだろうがよ、ほんと。そうだよ、みたいな。そうだよ、みたいな。ね、女装してるよ、みたいな。うん、ね、ほんと。うん、女装してるよ。ほんと。ね、わかるだろ、見たらね、ほんと。うん、こいつ。ねえ。どっかない掲示板。ちょっとなんか掲示板あったら教えて、リスナーさんね。こういう掲示板いいわよ、みたいな。ちょっと、ねえ。もう邪魔されても困ってんのよ、皆さん。もうちょっと企画が。ほんと、ねえ。ちょっとお願いしますね、ほんと、ちょっと皆さん。ほんと、ねえ。ちょっと、うん？ないのよ、掲示板が、皆さん。ないのよ。今。教えて、もし皆さん掲示板あったら。普段どこの掲示板利用してんの、みんな言ってごらん、言ってごらん、してない掲示板なんて。あ、そう、ちょっと、うん、これでいいや。さあ、来い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 、うん、ね、来るの待ち、あ、待って、メール来ました、メール来ました、皆さん。ちょっと。メール来ましたよ、皆さん。メール。ねえ、ジモティって出会えないでしょ。ねえ、ジモティって会えんの？無理でしょ、ジモティは。ちょっと。そうそう。ねえ。ジモティってあれ違い、だってジモティってさ、売ったり買ったりするやつでしょ、わかる、ああいうのって。あそこで出会えるわけないね。会えるの？あそこで無理だよね。いらないものだからあれでしょ、言ったら。ねえ。ねえ。オッケー、皆さん、さあさあさあ、皆さん来ましたよね。男性、今からね、リストを作っていきましょうね。リスト、みんなに分かりやすいようにね、リストね。そうそう、男性リスト1番目、
1番目。こっから真剣。はじめまして、こんばんは、こんばんは。40代ですけど、見た目には気をつけています。ぽっちゃりな方がタイプです。よろしくお願いします。あ、いいじゃないですか。ねえ、いいじゃないですか。ぽっちゃりがタイプと。いいじゃないですか。ねえ、この人、40代の人。どう？メールもいいわね、ちょっと。いいわね。メールありがとうございますみたいな。プロフを聞いてもいいですかにしようか。ね。プロフを聞いてもよろしいですかにしようか。ね。ちょっと。ここね。OK？ そう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 。ね。続きまして。童貞です。童貞。童貞。エントリーナンバー2番。ね。童貞ですと。童貞。ね、童貞くん、そうそう、童貞ですと。童貞よろしいでしょうかみたいな。童貞くん185センチ、高いね。身長80キロ、20歳だって。20歳。ねえ、ぽっちゃりがタイプだって。だ、いわゆるデブ戦だね。デブ戦。そうそうそう。ね。あ、違う。ぽっちゃり気味だって。え、ぽっちゃりかい？これ185、80、20ってね。これ。だ、メールありがとうございますみたいな。ね。どんな感じの方ですかにしましょう。ね。どんな感じの方ですかみたいな。ね。そう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 。でしょ、ここ大事よね。どんな感じの方ですかみたいな。そう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 。ね。あ、来ました。皆さん、このエントリーナンバー1番から来ました。メールが。なんと、176センチ、77キロ、48歳です。皆さん。ね。48歳。まあまあまあよね。まあいいんじゃない？48歳。どう皆さん。まあまあよね。丸。ね、丸。そう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 。どう皆さん。品川区に住んでるみたいな。近い。まあ、車で行ったらそうかな。ちょっと。ね。どうしよう、これ。どうしよう。あ、足ありますかにしようか。ね。ちなみに足はありますかみたいな。そう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 。ね、そこ大事よな。と、結婚してんの、これ結婚してんじゃないな、これ。違う？ね、結婚。そこ大事よね、結婚してるかどうかね。そこもちょっと聞いた。いつも邪魔されるもんね。それで。ね。こんばんは、こんばんは。40代の非喫煙者です。だって。どういうこと言った？非喫煙者ですと。よかったらよろしくお願いします。だって。どういうことこれ。この返事は。そうね。この返事は何？メールありがとうございますと。私も非喫煙者です。みたいな。これリスナーだろう。違う？ね、リスナーでしょこれ。そうそう、ね、違う、これ、これリスナーさんっぽいよね、これ書いてるの。ちょっと違う。ね、いや、そんな感じね、これ。あらやだ、あらやだ、やだ、もうこれ早速。じゃあ皆さん、ちょっと待って、これ大変だ。大変。もうね、邪魔されてる皆さん、早速。邪魔されてるわ。早速。
ふわっち配信者であり迷惑 YouTuber である中年ハゲホモひどんな30代が定期的に投稿し、トラニーチェイサーの男を、足立区から狙っていますだってひどんなは編集者であり配信の世界で金が入るようになって田舎から足立区へ移住、路上で男性にキスをしたり車に傷をつけたり万引きをしたり調子に乗って悪さばかりしていますって。だそれ嘘、これ嘘だよねこれまたね、嘘よこれは嘘、ちゃ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 ね、え万引きなんかしてないよね私放送中にねえ、なんで、うん、そうね、うん、不倫の子供として生まれたらしいと、不要物って書いてるよこれ、不要物、うん、ねえ、ちょっとこれひどくない、ちょっとねえ、これはちょっとあなたひどいわよねえ万引きしてねえっつうのよ、なんで万引きすんのよ、うん、ねえ、なんで万引きすんのよ私がねえ、でしょ、いやいや万引きなんかしてないもんね私だって、うん、あら、この40代の人ね、皆さん、タクシードライバーだって。うん。だから移動できるんだって。移動化。移動可能みたい。いいわね、これね。タクシードライバーさん。ちょっと待って、ちなみに結婚聞こうかな。あと、ちなみに、既婚者ですかにしようかな、既婚者。ねえ、既婚者ですかみたいな。そうそうそう。ねえ。これ、ツルピンが好きそうだね。こういうタイプね。ツルピン。そう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 。ねえ。え？じゃないの？で、この童貞さんからメール来ました。童貞さんからね、皆さん。童貞さん。だ目黒なんだって。目黒。だ目黒だから目黒の付近で、できませんかだって。ちょっとなんかね、童貞、皆さん、ねえ、ちょっと童貞、どうなのこれ。童貞。童貞くん。この人。ねえ。どんな見た目ですかにしようかな。ねえ、どんな見た目ですかみたいな。教えてあげんのまためんどくさいもんね、こういうのね。うん？そう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 。でしょ？うん。こんばんはと。まさやんと言います。まさやん。まさやんっていうの、この人も。まさやん。うん。ね、掲示板見ました。170センチ、68、48です。だって、まさやん。ね、マサヤンね、うん、マサヤンって言うんだって、うん、ね、これから会えませんかだって、よかったら連絡待っています、よろしくお願いしますマサヤン、うん、ね、メールありがとうございますみたいな、うん、ね、うん、見た目どんな感じですかね、見た目どんな、感じですかにしようかな、ちょっと、うん、ね、ちょ、変えときましょう。うん、ね、変えときましょう。続きまして、エントリーナンバー5番、しんくん。しんくんね。しんくんって名前ね、皆さん。36歳。詳しくメールをしませんかだって。めんどくせえなー、めんどくさいね、詳しくメールしましょうって。どういうこと言ったねえ。何詳しくメールしましょうって。メールありがとうございますと。ねえ、うん、そうそうそう。あ、会えますかみたいな。そうそう。うん、ねえ。めんどくさいね。あ、プロフも聞こうかな。ねえ、プロフ聞いてもいいですかみたいな。
良いかなみたいな。そうそうそう、うん、ねえ、メールなんてめんどくさいね、ペッペペッペね、会いたいわけ。うん、そう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 、こんばんはと、エントリーナンバー6番ね、6番、172センチ、55キロ、24歳、バイセクシャルです。だってバイセクシャル、バイセクね。そうそう、うんね、大田区に住んでいますと。うちに来ませんか、だって。どうしましょう、遠いわね、大田区まで行くのね、また皆さんね、大田区って。来いっていうのよ、家まで。ほんとね、ちょ、家に行くのちょ怖いわね。ちょっとこれパスね、ちょっとパスかしら。ね、パス。エントリーナンバー7番、180センチ、95キロ、ね、皆さん、35歳ですよって。ガチムチです。ガチムチってこれデブだよね、もうね、ほんと。デブだよね、デブ。ね、でヒロと言いますと。なるほどね。ね、バイクセ。バイクセだ、バイクセ。バイセクね、バイセク。ね、大田区ね、ガチムチ。ね、メールありがとうございますみたいな。どんな感じなのみたいな。そうそうそう、どんな感じですかって。なんかもうだるいわね、皆さん。もうほんとこれね、もうそこら辺歩いて捕まえようかしら。もう疲れてきちゃった、もうほんと。もう相手は見つかまだですね、ほんとまだです。ね、もう疲れるね、これ。もうほんと、もうパッパ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 、もうね、めんどくさいわね。そうそう、掲示板見ました、どのあたりですかって。足立区ですみたいな。あなたはって、あなたはって。ほんとめんどくさい、もうほんとね。ほんとにもう会えないんじゃないの、もうこんな邪魔されてん。はい、175センチ、65キロ、30歳ね、皆さん。ね、そうそうそう、男性です。疲れた、皆さん。もういいんじゃない、もう疲れたね、疲れた。ね、疲れました。掲示板見たんですけど、ただなんですか、だって。長身の痩せ型だって。ね、ちょっと、ちょっとカカオの掲示板にも載せました、皆さん。そしたらなんかカカオからも来ました、皆さん。長身痩せ型だって。痩せ型よりだって。そう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 、ね、これカカオね、カカオ。ちょっとカカオ電話しましょう、電話しましょう。あら、電話切れたわ、皆さんね。そうそうそう、ただよみたいな、ただよみたいな、ただちゃんよみたいな。ね、ただよみたいな、ただよみたいな。ね、そうそうそう、どっちだからみたいな。どっちだからかなみたいな。ね、ただちゃんよみたいな。なんでいきなり電話してくんの、めっちゃ怒ってるよ、皆さん。これ何、これ怒ってるよ、これ。電話ブロックよ、ブロック。めっちゃ怒ってる。何電話してくるの、だって。そんな怒ることなの、皆さん、これ。ねえ、なんで怒るの、そんな。皆さん、怒りマークよ。ねえ、ちょっと、なんでこんな怒ってんの、はぁみたいな。怖いわこれ。ねえ、怖いんだけど、この人。いや、ダメね、こういう男は。ダメ。ほんと。相手のことを考えるんだって。何こいつ。ねえ。あんたこそ何なの言ったいね、ほんと。ほんとよ。出ろや、電話。自分からメールしといてよ、ほんとこいつ。ねえ。ほんとよ。ブロック、ブロック。もうほんと。ブロックした、もうほんと。ねえ。こんな男ダメ。これは。こいつダメ、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 ダメ。罰。ねえ、罰。ほんと。
と。うん、×。ちょっと続きまして。ね、ほんと。181センチ。あ、来ました。来ました。75キロ、24歳。普通体型、ハーフ顔。杉並区から。いいじゃないですか、これ。ハーフ。ね、ハーフな顔立ち。うん、ね。これ、ハーフって、これ、どういう顔かわかんないね。ハーフ顔、わかる？皆さん、これ。わかんないよ。パキスタンかもしれないし、わかる？そんな、どういうハーフかわかんないもんね。うん、濃い系の顔なのか。ね。どこのハーフかわかんないね、これね。一体。そうそうそう。でしょ？うん。ね、聞いてみようか。メールありがとう、みたいな。メールありがとうございます、みたいな。うん。ね、ハーフってどんな感じ？みたいな。うん。ね、ハーフってどんな感じ？みたいな。私もこないだ、ね、ハンバーグ作ったんだけど、みたいな。うん？ね、ハーブでハンバーグ煮込んだんだよ、みたいな。オーブンで作ったんだけどね、みたいな。ねえ、なんちゃって、みたいな。どう？うふふふふふよ。うふふ。あ、待って、これ何、どういうこと？これ何？うん、ねえ。騙された。あ、違った。大丈夫。そう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 。あ、大丈夫、大丈夫。大丈夫、ごめんなさい。うん。何もないです。うん、ねえ。うん？ハーフ顔ってどんな感じ？みたいな。私も疲れてるのね。ね、私も疲れてるのね、きっと。そう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 。ね。え？さあ、皆さん。うわ、メールがすごい、これ止まんないよ、これ。メールが、ですね、一番の方、移動できるって言ってたんですけど、なしです、この方。結婚してます。既婚者なんで消えてもらいます。ね、結婚してるみたい。タクシーのドライバーさんね。結婚してるって、皆さん。ダメ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 。うん、ね、結婚。ダメでしょこれ。うん、ね。で、この家に来いって言った人もこれダメね。これなし。うん、ね。これダメ。でしょ？あとこのでっかいのもダメよ。ガチムチ系の人ね。これもダメ。うん、これダメダメダメ。うん。で、これぶち切れられた。終わり。そう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 。ね、残りました。皆さんね、こちら。うん？そうそうそう。残ってまいりました。皆さん、どんどんね。そうね。178、62キロ、35歳ですと。よかったら会いませんかと。画像は来ました。あら。入れ墨が入ってる。しかもなんかあれみたいな入れ墨。なんていうの？こう、どう入れ墨っていうの？こう、ローマ字の数字みたいなやつが入ってる。体にこう、なんていうの？なんかね、そう、なんていうのあれ。うん、ね、体にこう入ってる。わかる？マトリックスみたいな。なんか、あるじゃん、なんか。体に埋めて、なんかこう、こうだーって。うん。そうそう、ああいうのが入ってんね、これ。ギャングみたいな。うん、ね、ギャングみたいな。そうそうそう。うん、ね、ちょっと。メールありがとうございますみたいな。どこからなんですかって。どこからなんですかって。イケメンだよ。機長くんみたいな顔してる。機長くんね。機長くんって書いとこう。機長に、うん、ね、機長に、うん、そう、機長くん似てね。ちょっと、うん、ね、そうそう、顔似てるわ、機長くんに。うん。で、童貞くんからメール来ました。童貞くん。その数字は何？身長、体重。じゃあ、身長、体重、これ年齢だね。何？白くんもこれ参加したいの？あなたも。うん。あなたは襲われる勇気ないでしょ。ほんと。ねえ。
おパンツ渡すだけでもすっごい時間かかってんのにね、ほんと。ダメよ、ハクくんは。ねえ、そう。童貞くんから高身長でがっちりして、何 ?169、63、23歳ですと。いや、だから、ハクくんはダメだっつうのよ。ねえ、今から来れるの?ハクくんは、じゃあ。ねえ。そう。じゃあ、私にもパンツくれるの?じゃあ。この童貞くんがですね、高身長でがっちりしてて、自分で言うのもなんですけど、すごくエッチが大好きなんです。童貞なのに。もちろん、イチャイチャも大好きなんですよ、だって。何この人一体気持ち悪いわね。この男の人。ねえ。何なのこの人さっき自分。何この人。ほんと。童貞のくせにほんと。ねえ。何この2番の人。ほんと。ねえ。これどうするこの童貞くんの人。ちょ、生意気だね、ほんと。ん?そうそう。え?今って学生?って。今って学生かなみたいな。ね、学生さんかなみたいな。なんかスポーツしてるのって。ね、なんかスポーツしてるのって書いとこう。ね、スポーツしてるのみたいな。そう。ね、学生じゃないこの子多分きっと。二十歳だもんね。学生かもね。この人。まさやんから来ました。あ、まさやんかっこいいわ、皆さん、結構。じゃ、まさやん来ました。まさやん。そう、ね。まさやんからメール来ました。メールありがとう、だって。こんな感じです、だって。ほー。はい。まさやんね。まさや指になんかすっごいたくさん指ついてるよ。指輪が。ナックルみたいな。怖いんだけどな、ちょっとこの人なんかちょっとこう指輪がついてて、いっぱい指ついてるなんか、リングみたいなやつ。あ、そう、既婚者が聞きましょうね、ちょっと。ね。ね、あら、かっこいいみたいな。あ、でもかっこいいよ。ね。あら、かっこいいですね、みたいな。ちなみに結婚、既婚者ですかって聞いてみよう。ね、既婚者ですかみたいな。だいたい結婚してるだろう。ね。だいたいね。これ、どういう顔ってこれ言ったいのこれ。ほんと。この顔は。そうね。この顔ね。あ、でも、3番目ヒカルくん似てるわ。ね、3番目ヒカルくん似てるわね。マサヤンはどちらかと言ったら。ね、老けさした感じ。ね、そう、ちょっと顔濃いね。そう、だから好きなの、私が。そう。ね、ヒカルくんに、そう。ね、似てる感じ。これ結構当たりよ。当たり、メール来ました、皆さんね。あ、これ大丈夫です。ね。で、こんばんはと。こんばんは。書き込み見ましたと。30代半ばのサラリーマンですと。身長体重は171センチ、66です。だって。もしよかったら返信ください。だって。あ、カカオの ID 来てる、皆さん。カカオの ID。ちょっと、ね。あ、これいいんじゃない?皆さんね、サラリーマンね。いいじゃない?ちょっと。ね。どう?そう。ね。あ、リーマンいいね、リーマンね。リーマン。ちょっと。リーマンね。なんかもう疲れちゃったもん、皆さん。もうこれもうめんどくさい。もう終わってもいいかしら。そろそろ今日は。ねえ。もうちょっと疲れちゃった、もうほんと。もう疲れちゃったもん、私もう。ねえ、アリーマンと。リーマン。もう大変、皆さんもちょっと。ねえ、大変。
うん、メールありがとうございますみたいなね、掲示板から来ましたみたいな、掲示板から来ましたみたいなね、来ましたみたいな、そう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 、うん、ね、もう選ぼうかこの中で皆さん、もう大変だわこれ、大変だこれ、もう